2007 J リーグディビジョン2、今日が第30節を迎えます。東京ヴェルディ1969第4位です。一方は第7位のセレッソ大阪、この両チームの対戦です。西ヶ丘サッカー場は、非常に爽やかな雰囲気になっています。その中でこのヴェルディの大きな歓声、サポーターの歓声がこだましています。さあ、その気象状況なんですが、ご覧のように28度、そして湿度が 58%、 晴れ、前回の西ヶ丘台風で大変だったんですが、今日は非常にコンディションのいい中のゲームになりそうです。さあ、そしてこのゲームなんですが、解説はおなじみ野々村芳和さん、そして実況上野明でお伝えしてまいります。野々村さん、はい、中の風もありますし爽やかな感じがあるんですが、見てる僕たちにとってはすごくいいコンディションではありますけど、選手はおそらくちょっと蒸し暑いなって感じる気候だと思いますね。そうですか。でも夏ですからね。仕方ないですね。なかなかこういう、天気のいい日ってのは、このところなかったですからね。夏と考えるといいコンディションですね。ですね。さあ、前節終了時の順位表ですが、確認をしておきましょう。ご覧のように東京ヴェルディが44の勝ち点は第4位です。そして4の差で今7位でセレッソ大阪40です。ですから今12勝4分けの11敗ということなんですが、セレッソから言ったらこの勝ち点4の差がどうなるか、非常に大きな今日のゲーム。ヴェルディにしちゃってその上の仙台が48ですから、両チームともにやっぱりマストウィンゲームになりますね。そうですね。お互いにやっぱりこういいサッカーをしたいというよりは、J1 に上がりたいという目標が大前提としてありますから、本当勝たなきゃいけないという位置づけのゲームですね。さあ、そしてゴールランキングなんですが、ご覧のように東京ヴェルディ1969復帰20ゴール、すごいですよね。すごいとしか言いようがないゴールが多いんでね、どのチームの関係者に聞いてもやっぱりそれは言いますから、ということは今日もその炸裂するかどうか、大いに注目をして見ていきたいと思います。さあ、そのヴェルディのこのところの5試合ですが、ご紹介しましょうか。負けてはいません。ただ山形、札幌は引き分け、その山形がその台風の西ヶ丘、このスタジアムだったんですが、一例で終わりかなというところで、アディショナルタイムで復帰でしたよね。そうですね。素晴らしいゴールですし、劇的な勝ち点1ではあったんですけども、その次の札幌戦で惜しいゲームを勝ち点に落としてしまったと捉えてもいいような流れだったん で、 ですから引き分けが2試合ですから、今日は絶対に勝たなければいけないということになります。さあ、そのヴェルディメンバーをご紹介しましょう。今日は高いキーパーですが、土屋戻っています。土屋、戸川、そして富澤のこの3バックになります。ゼルイスと大野のボランチ、そして貝本美、左の服部、トップ下のディエゴです。船越復帰のこの2トップ、ただこの2人は今イエローカード累積の3枚です。もう1枚もらってしまうと次節のゲームは出場停止になってしまいます。要注意です。そして控えの方ですが、ご覧のように柴崎、一柳、永井、金沢、そして平山が入っていますが、この平山あたりも後半どういう形で出てくるか、これも注目をしていきたいと思います。さあ、そしてヴェルディですが、注目選手、野々村さん、もうここは仕方なくやっぱり復帰ですよだってね、このところずっと復帰復帰、ほとんど放送では復帰なんですが、そうなんですよね。流れの中でも昨シーズンからも怖さっていうのは証明してたと思うんですけど、今シーズンは今まで取れなかったエリアから復帰も取れるようになってきましたよね。だから彼自身がこの選手として成長しているっていう証拠でもあるのかなと、だから今以上に成長されたらもう本当怖いですね。なるほどね。後で放送中、また後半に特に点が多いという、そういったこともお伝えをしていきたいと思うんですが、とにかく復帰に注目というとなります。さあ、一方のセレッソ大阪です。このところ5試合ご紹介しましょう。ご覧のように仙台に負けたんですが、その後は負けていません。というよりもこのところ27節からは3連勝です。ですからこの連勝街道を当然ですがまっしぐらという形で持っていかなきゃいけないというのがこのセレッソですから、一つの勝ち越しをしているわけですから、今日もその勝ちを伸ばしていきたいということになります。さあ、そしてメンバーです。メンバーの方はご覧のように吉田がキーパーです。フォーバックは右から柳沢、前田、累積の3枚です。そして江添、ゼカルロス、で宮本も3枚ですね。アレのボランチ、右の浜田今日スタメンです。そして左香川で、小松と古橋の2トップになりますが、小松も今3枚もらっています。これが今日のメンバースタメンです。そして控えの方ですが、山本、千葉、丹羽、そして小手口で、森島康人が今日は控えのスタート、ですがこれ浜田との前回も交代あったんですが、今日あたりも調子がいい浜田を先に持ってきたということになりそうです。この中で注目は誰になりますか？いろんなポジションで注目選手いるんですけど、セレッソは特にセットプレーのところですごく頭を使って最近やってきてるんですよね。
でそのキッカーを担うやっぱ古橋あたりは流れの中でも当然そうなんですけど、やっぱゲームを決めるプレーっていうのを期待されてるでしょうしね。7点取ってますが、それ以上にアシストが8なんですよね。そうですね、流れの中のアシストも含めて、はい、特にやっぱり今日はセットプレーというところで彼のキックが、まあ、どんなボールを蹴れるかっていうのは一つポイントでしょうね。そうですか。さあそしてこの両チームゲーム開始前になりますが、まあ、どんな様子か、あるいはどんな情報があるか伝えてもらうと思うんですが、今日はリポーター高井清香リポーターです。高井さん、はい、よろしくお願いします。まず東京ヴェルディラモス監督なんですが、まあ、前節衝撃的な引き分けという札幌戦がありましたよね。 あれはまあ勝てなかったのではなく負けなかったと捉えていると、まあ、先制されても最後まで諦めず相手を苦しめたこと、これが大事なんだという話をしていました。まあ、もう切り替えているということですね。そして今日もまあ自分たちを信じて自信を持ってプレーすること、もうそれだけですという話をしていました。一方のセレッソ大阪クルピ監督なんですが、まあ、今日の東京ヴェルディ戦を含め今後上位との戦いが続きますよね。はい、まあ、厳しい戦いになると思うが、どのチームとも前回は互角に戦えた、この第3クールではもっといい勝負ができると考えているし、そのためにはまずこのヴェルディ戦に絶対勝たなくてはいけないと力を込めました。そして昨日のミーティングではですね、試合の入り方、これについてかなり長い話を選手たちにしたようで、まず立ち上がり、これが大事なんですということを選手たち口々に話していました。そうですか。以上です。はい、という高井リポーターですが、まあ、もちろんこの考えようによっては2を落としたという考えもあるんですが、ただラモス監督やっぱりこうプラス思考と言いますか。いや、まあ、そうだと思いますね。相当、はい、あのゲーム終わった後もやっぱ怒ってましたからね。勝ちに失ったというのが本心なんでしょうけれども、はい、やっぱりそこはポジティブに、うん、いろんな発言をしてるんでしょうね。なるほどね。まあ、一方のクルピ監督はこの立ち上がり、まあ、気をつけて入りたいということですが、まあ、どんな試合でもそうですが、やっぱりこの立ち上がりって非常に大事ですからね。そうですね。まあ、そしてご覧のように、まあ、子どもたちを前に置いて、そして、記念撮影ということになりますが、まあ、恒例の行事なんですが、多少緊張感、まあ、穏やかな表情も見え隠れします。ただまたここで一つ気持ちを切り替えて、そしてそれぞれがピッチにしていくという、そしてポジションにしていきます9番のフッキー。まあ、今日はどんな形でどんな点を取ってくれるか、まあ、非常に楽しみにしたいと思います。まあ、とにかく点の取り合いか、あるいは守備が硬いのか、まあ、それはどうなっていくか分かりませんが、大いに注目したいと思います。そして今日は主審が牧野さんです。そして主審が大西さんと大西さん、第4審が中山さん、この4人の審判でゲームを行います。ラモス監督です。2つの引き分け、したがって今日はやはり勝ち点3を何としてもゲットしなければいけません。ただ相性のいい西が丘、そしてまたセレッソという対戦を考えても、まあ、勝利というパーセンテージはまあ高くなるんじゃないかなという、まあ、そんな気もするんですが、まあ、この第1クール第2クールはともにヴェルディが2対0で勝っています。ですからまあ4点を取って失点なしですから、まあ、そういった相性は当然この頭の中にはあるはずです。でも、まあ、今日のゲームですからまた一つ気持ちを集中してというとなでしょう。まあ、ただ過去と比べるとやっぱりセレッソのチームの完成度っていうのがこう全然変わってきましたよね。なるほど。途中で監督が変わったということも含めて、はい、まあ、第2クールの 2-0 っていうのはあんまりこう参考にならないかなという気がしますね。勝ってる方はもちろん気持ちいい、はい、ただリードされて2つ負けてる方は確かにチームも変わった、うん、だから今日は違うんだという気持ちですね。その思いは強いと思いますよ。なるほど。ここ数試合やっぱり失点も少ないですし、はい、10試合で5失点ぐらいしかしてなかったんじゃないかと思うんですけど、はい、こう自分たちのストロングポイントはその守備だというところをこう、そろそろセレッソの選手も感じ始めてます。なるほど。そうすると復帰、この中心とした攻めと、そしてまあセレッソの守り、うん、まあ、これがまあ注目されるというとなりそうです。セレッソにとって逆にいいのは、復帰という存在がいるだけによりこうピリピリした感じというのを選手たちが持てますからね。なるほどね。集中力はかなり高くなるということになります ね。ということで、それぞれがポジションにつきました。まもなくキックオフになります。第30節の東京ヴェルディ1969、そしてセレッソ大阪、これから前半の45分がスタートを切ります。まだ日中の明るさも多少残っているこの西川岡ですが、ただまあ高校とその照明に火が入って、そしてそのピッチを照らしています。今エンジンを組んでいるのがセレッソ大阪です。左にエンドを取りましたアウェーティームになります。まあ、12勝、まあ、11敗ですが1つの勝ち越し、まあ、絶対に今日は負けられません。古橋が釣ります。まあ、そして今日あたりは15番の小松もどういうふうにこの高さを生かすプレーをするか。右エンドがホームの東京ヴェルディ1969です。
復帰、そして船越というこの高さが今日は決め手になりそうです。さあそのスレッソのキックオフで前半がスタートを切ります。大きな歓声が沸き起こりました。トークリーベルディのサポーターは元気です。今第4位です。仙台をという意味でも絶対に勝ちたいゲーム。さあスタートです。45分です。ここは船越がプレスに行きました。まあ、当然ですがここから1本出て柳沢元ベルディ。さあそしてここからそのフラッシュが追っていきますが、そして前線にフィードされます。これをまた柳沢、そしてアレ。柳沢はとにかく前回のやっぱり相手がベルディで非常に気負ったという話をしているんですが、まあ気負ったらその気負いがなければいいんですけどね。そうですね、特にサイドバックの選手のセレッソのサイドバックの選手の役割っていうのはやっぱり以前とだいぶ変わってきてると思います。おーっと剣つないで、そしてどうする、シュートする小松のシュート、またこぼれて柳沢、そして中にボールが入った。ここはもう一回、もう一回小松が行くがこぼれました。そして東京ベルディがボールを持ちます。さあそしてここから攻めに入っていきますが、復帰が来ました。ゲームにボールが渡らないか、うん、これから入れてゲームのファウルになりました。まあですから注目選手を挙げましたが、野々村さん、はい、見どころも確かにいっぱいありますよね。そうですね、ですからまあ復帰、復帰といえば当然船越がいる、あるいはディエゴがいる、で両サイド、服部海部がどれに上がれるか、あるいは王の01のこう攻めのボランチですよね。いやそうなんですよね、ベルディはその理想を捨ててどこまでできるかというのが一つ、はい、そのゲームのポイントになると思うんですよね。菅原はもちろん別にどこが悪いというわけではないんですが、今出ていませんし、本来はあの菅原の守備的なボランチですよね。そうですね、これが今日はやっぱりオフェンスのボランチということですよね。なんか今日の王のゼルイスがどういうそのプレーエリアを選んで自分でプレーするかっていうのは一つ注目したいですよね、はい、それが 0-0 の時にどういうポジションを取るのか、もしリードされると当然前がかりにはなると思いますね。で戸川から土屋、この土屋も今復帰しましたよね。そうですね、はい、肉離れだったんですが復帰しました。ですがまあ気持ちは当然入っています。ここはプレスをかけたのが香川です。26番、皆さん、はい、今日復帰した土屋選手なんですが、もう状態も 100% だと話していましたね。もう自分は 100% でないと何の意味もない選手なんだと、だからこそいけると監督に自分から伝えましたということでした。まあ、今日はとにかく声で周りを動かす、はい、そして、特に、まあ、ゼルイス選手と周りのコミュニケーション、ここをしっかり通訳して、コミュニケーションを図らせていきたいということを話しています。そうですか、まあ、6試合ぶりのスタメン復帰になりますが、ノルマルさん、はい、やっぱ大きいですよね。いや大きいと思いますね、でやっぱ経験もあるし、メンタリティの部分でも何ら心配する要素はない選手だと思いますから、さあここはいいボールが来ました。この13番柳さんが非常にこのボールを受けて、そして積極的に、まあ、ボールが右サイド出ました。いいボールが出ました。セレッソはこのエリアをうまく使いたいですね、はい、浜田から柳さんがいるがどこへ出す、あいいボールが出た、柳さんいった、さあどうだ、中に入って折り返してシュートは解けました。最後は古橋のシュート。あという野々村さん、はい、このサイドを使いたい、そこからのチャンスですね。そうですね、ベルディ3バックでやってるんで、どうしても、3の外のスペースっていうのはこう対応に遅れますから、ね、はい、それと今やっぱり浜田が今日スタメン起用なんですが、この辺やっぱり柳沢との今コンビネーションですよね、まあ、うまく局面は打開できましたよね、はい、そして注目の古橋のシュートというので終わりました。形を作ったスレッソ大阪です。まあ、ベルディはまだシュートの場面はありません。だから立ち上がり大事というクルペ監督の話が出ましたが、今支配してますよね。スレッソはボールはそうですね、ね、収まってますよね、そしてゼカロスが行きます。決して、ね、はい、前がかりになることはセレッソないと思うので、セレッソにとってすごくいい入り方になってそうですか。さあこれは一旦下げました。後ろが柳沢、前田、江添、そしてゼカロス、田中の両サイドは当然上がってきます。オーバーラップをします。だ、ね、そうなんですよ、はい、逆にベルディはポゼッションされた方がいい展開は起きそうな、なるほど、船越から1本出してで復帰を狙ったんですが、今日は復帰は誕生日になります。誕生日21歳なんですよね。信じられないですね。見た目はもう少しいってるかなという雰囲気はあるんですが、ね、まあ、見た目もそうだし、プレーのその、はい、ね、完成度ね。ただまあ広山あたりも今映りましたが、この船越と今日は、復帰のこのスタメンですが、メンバーだけだから本当多いんですよね。揃ってますよね。ベルディスか、そうですね、これもちろん中盤もそうなんですが、もう戦力も充実してますよね、はい、まあ、怪我人もいますけど、まあ、怪我人となれば当然そのキーパー吉川そうですが、七海がいます。それからのディフェンス面では萩田がいるということになりますが、まあ、今のもうまくね、さっき言ったスペース使えそうだったんですけど、はい、服部がよくそこを埋めましたね、はい、22番服部です。
さあそして大野がキャプテンマークをつけますが、服部にボールが出ました。服部からここはディエゴから船越、ホスト、そしてディエゴ行った。ディエゴ強いぞ。ディエゴ持っていく。これは出る前にファウルがありました。ディエゴのボールキープ、相手ファウルを誘っていますが、アベのファウルがあります。ラモス監督、ある意味でやっぱりその上位3チームに入るためにはこのところ2試合というのはひょっとして勝ち点4を失ったと見てもいいかなという気がしないでもないんですが、いやそうですね、だからこそやっぱり勝たなければいけないというゲームになります。さあそして今度はまたセレッソがボールを持ちます。ここは宮本がいます。そして16番の浜田にボールが取りますが、右サイドに出ています。さあここはまた前田からボールが出ました。この前田という選手も実は5点取ってるんです。セットプレーは強いんです。さあここは突き合いました。短いボールは、これもパスは取った。さあそしてここから浜田、浜田から柳沢、この柳沢が今日は非常にアグレッシブです。浜田、フラッシュが求めているが、その後ろに小松がいた。小松がとオフサイドが当たっています。前線にはですから小松あたりがワントップの形を取るかなという話もしていたんですが、今形的にはこれどういう風になってますか。まあ、並びはもうツートップですね。でいいんですよね、古橋と。そうですね、はい、ただ小松の周りはやっぱり古橋が、こういろんなポジションを取るということですね、はい。まあ、とにかく高さがありますこの小松、187センチあります。まあ、この辺をもちろん生かさないではありません。もちろんこの船越という194センチもそうです。ベルディ、大野から下げました。さあそしてゼカルス、失礼、ゼルス、ゼルスも前節から出ています。ゼルスとそして大野のボランチになります。服部、ゼルス、そして貝本にボールが来ました。ここからですね、はい、ここからどういうアイデア出せるか。船越から大野、大野シュート狙う。まあ、今のもシュート打ちましたけど、結局中盤のラインも突破できてないですから、セレッソとしてはいい守り方をしたという印象だと思いますよ、はい。そしてゼルイス、さあここからチャンスが生まれてくるか。復帰持った、復帰持った、復帰持つ、あれがうまくいきますが、あした中入った、中入った、どうだ、あれが行く、最後あれが行きました。おー、最後は復帰のファウル。やっぱり怖いですね。アレと復帰も今見事ありましたね。復帰の場合は、あれがその90分しか経っても同じようなプレーできますから、そうなんですよね、今はね疲れてないアレが対応できましたけど、はい、上野さん、はい、まあ、復帰選手が今日誕生日という話があったんですが、復帰選手ユース時代に一度だけ誕生日に試合をしたことがあるそうなんですね。まあ、当然ゴールを決めましたと、はい、そして川崎フロンターレ時代にも、昨日ですね、7月24日の日に試合があって、その時も当然ゴールを決めましたと、もちろん今日も狙っていきますよと、特別ですよねと笑顔を見せていました。誕生日強いんですね。そうみたいですね。そうですか、ということは大いに期待をしたいと思います。21歳の誕生日を迎えた復帰、そして今伊原さんとワシントン、浦和レッズのワシントンですが映りました。まあ、ワシントンもね、当然このベルディのユニフォームを着ていたわけですよね。ああ、そうですね、さあ、そういう時からこのカイムトが行きました。さあ、ミーサーでえぐっていく。このカイムトも早いんです。カイムト、おー、前出た。さあ、そして中に出た。オールが待っているか。あ、いいとこ。あっと、吹きが持った。吹きが持った。吹きが持った。シュート。早かったですね、カイムト。そうですね、いいドリブルしましたよね。そして王の復帰の選択肢、王と見せかけて復帰がスーッと今出てきました。貝本はこうマイナスにイメージで上げたと思うんですけどね、いいところに復帰入ってきましたね、はい。さあその復帰のコーナーキックになります。セットプレー、かなり練習を積むこのセットプレーですが、面白い。おっとディエゴこれでどうだ、シュート押し込んだ、決まりました。うわー、最後誰行きました今、混戦の中だったんですが、いや最後トガーじゃないですかね。そうなんですよね、押し込んだんですよね、こぼれ球、トガーのゴールインということになりました。まあ、狙ったわけではないですけど、復帰のキックがちょっと低いボールになって、ちょうど前に来たんですね。ワンバウンドすると、ディフェンダーは結構対応するの難しいんですよね。ここから面白いボールになってきた、で土屋の頭を越えてディエゴは蹴ったんですね。でここに、本当、面白い、まあ、ボールの、置いた場所からしてあのキックしか選択肢はなかったんでしょうね。いや素晴らしいキックになりましたね。おー、ラモス監督も大喜びます。先制点は戸川のゴールイン。皆さん、ラモス監督の雄たけび、今日もすごかったですね。でしょう、
あっとここは古橋が来ました。今度はスレッソですが古橋が来ています。古橋エリアが入った。さあこちら折り返すか。中に出た。シュートはどうだ。あっと、いやこれカーのシュートです。あっという間の今度はカーのシュートまで行きました。まあほぼ決定機でしたけどね。右サイド下ってベルギーの富澤サイドになります。ここは多少えぐられ勝ちになっていますが、さあここからあれ、そしてボールが出ていきますが小松が待っていますが、そして最後はハットリハットリから前線にフィードされますが、ここはちょっと長すぎました。キーパー吉田が行きます。吉田も非常にタフなゴールキーパーです。これずっと2シーズン今シーズンの操作が出てるんですよね。そうですね、まあ、出始めたのはその年齢的にだいぶ遅かったですけど、まあ、よくやってると思いますよ ね。全試合フルタイムになります。小松、土屋、そしてここは大野からカットしてディエゴ。さあ服部が左サイド、ここからどういう攻めになるか。中にボールが入れますが、これがさっきの服部もそうですがちょっとイメージ違いますか。服部は、まあ、周りと合ってない感じはしますけど、はい、やってるプレーの選択は一番いい選択だと思いますけど、まあ、一番リスクのない選択と言いますかね、はい、ただ復帰としては今ここだよというなんか話、自然が言ってましたよね、うん、もうちょっとポゼッションをしたいというイメージはあるんでしょうか、はい、柳沢もう一回もらう。そして小松がいる、うん、小松という選手も非常に強そうというか、まあ、もちろん強いんですが23歳187センチの選手になりますが、まあ、ですから小松とそして船越でしょうかね、うん、こうタイプ的には ね、まあ、これがどっちが勝つかという高さになりますが、1対0、9分に戸川のゴールインでベルディが1点を先行していますが、この1点の持つ意味ってやっぱり野上さん大きいでしょ。これはねベルディにとって相当大きいと思いますね。あとはセレッソがちょっとでもこう前がかりになってくれると、はい、ベルディが好きなようにサッカーできる時間帯というのが増えるかもしれないですね。はい、古木監督はゆっくりラインを上げなさいと今指示を出しました。そして右サイド柳さん行きますが、ボールが出てくるかどうか。アレから左に行きました。でカドスがいます。そしてもう一回下げて、ここからさ小松が待っていますが、ボールが出るかどうか。浜田がいます。浜田とそして香川というこの2人はサイドを変えたりもします。上田さん、はい、両ベンチからラインを上げろ上げろという声が響いています。なるほど。そしてこぼれて古橋、古橋から一旦下げてゼッカーロスが行きます。こっから狙うか、バウンドして小松がいますが、こぼれてシュートは狙っていく古橋。あの辺の古橋の本当こうシュートスピード要注意ですね。そしてここはまた右サイドになりますが、ここはファウルがありました。かなりしかし激しいゲームになってますね。そうですね、まあ、今アドバンテージを取って、はい、セレッソにとってこういい流れじゃなかったんで、はい、巻き戻してあそこがフリーキックということになりましたけれども、リークルピー監督もずっとゲームが始まってからは立ち話になっています。これちょっとね、はい、角度があんまりないんで、いろんなトリックプレーができるかどうかすごく難しいところですけど、セレッソは本当によく練習してるなっていうセットプレーをここ数試合やってますからね、はい、でゼッカーロスですね。で今カバー中に入っていきます。合わせてよし、はい、ブレ玉を蹴ってよし、壁が少ないですからね、枠にブレ玉を蹴るとキーパーは処理しにくいと思いますから、ね、でカルロスが狙うか、狙ったオードに当たりました。壁がありました。オールと復帰の壁です。柳沢クロスが一本入っている、いい選択しましたね、はい、こぼれた。ここも激しいプレーになりました。そして貝本が行きます。貝本が勝って前線フィードですが、ここはもちろん誰もいません。宮本が行っています。前野さん、はい、セレッソのセットプレーなんですが、試合と試合で間が空いた時に8日間の合宿を行いまして、あらゆるパターンのセットプレー、クルピ監督の方から選手たちに伝授があったようです、はい、そしてキッカーを務める選手たち、練習後に必ず30分以上はキックの練習をするようにと、これも義務付けられているそうです。あ、という野々村さん、はい、やっぱりセットプレーなんですね。そうですね、もう明らかにやっぱり以前と変わりましたから、はい、と同時にどちらかというとベルディはセットプレー弱いですよね。うん、そうですね、このところも失点してるんですよね。決してこう強い感じはしないですね、まあ、その辺が、まあ、どちらに有利になるか。おっと、服部のファウルになりました。柳沢のプレーがここまでずいぶん光ってますね。やっぱりベルディが3バック、まあ、3-5-2っていう形なんで、はい、
反対側 の4-4-2でやってるチームの両サイドバックって案外フリーになること多いんですよね。なるほど。でゼカロスに対してはおそらく意識高くマークに行くでしょうから、はい、柳沢は一つポイントになりそうですね。まあ、上下もかなり動いてまいりますし、そしてとにかく運量を持っています。まあ、そしてまたこのヴェルディに在籍したという、まあ、そういった気持ちも持っています。1対0。さあ戸川から右にボールを出ました。ここはゼルイスにいます。ゼルイスとオードのボランチ、まだもちろん時間的には始まって15分ですが、このボランチ多少アグレッシブということで心配はしたんですが、どうですかこのバランスは。いやそれも含めてやっぱ1点取ったっていうのは大きいですね、はい、そうですか。しっかりバランスを取っていこうという気持ちになると思いますから、オードが前、そしてある程度ゼルイスは守ってますよね。そういうことの方が多いですかね、比率的には、はい、富澤、そして復帰、後ろは誰もいません。やっぱりヴェルディはこの1対0という、うん、あの状況を長く続けるためには、はい、安全に特にボランチの選手はプレーした方が、なるほど、理屈的にはそっちの方がいいですね、はい、オードが移ります。まあ、大野もこのところずっと、まあ、途中数も含めてですがスタメンも含めて、まあ、連続で出ています。だから、まあ、このボランチに関しては非常に競争率が高くなってるんですよね。そうですね、まあ、大野のもともと持ってるその前でのボール持った時の攻撃の良さというところと、それ以外のバランスを取るということがやっぱり今シーズンでこう確立されるとまた彼の幅も広がりますね、まあ、そして指輪のやっぱりパサーですもんね。そうですね、こちらはハットリ、そのハットリももちろんボランチをやって成功したのは突然でした。まあ、いろんな選択肢があります。ラモス監督、さあここはすごいんです。柳沢、浜田が動きました。そして古橋のボールがいきます。落としてアレ、アレからどうする、左空いていますがゼッカルスに行かれて立っていきました小松。あっとこのポストが失敗です。そして今度は船越です。復帰がいきます。ゼルイスから左に持っていってハットリ、おっとラモス監督が今立ち上がりました。前に出てきます。そしてここはゼルイス、ゼルイスから貝本が待っていますがどうする。貝本にボールを預けます。一旦下げて土屋です。土屋戸川、そして富澤の今日はスリーバックになります。土屋が復帰しています。まあ、1ヶ月以上空いてしまったんですが、まあ、100% という今リポートもありました。ここからいい仕事をしています。戸川、まあ、ベルディはこれはどんどんボール動かすべきですね、はい、それから変な取られ方をしないということですね、はい、さあここからゼルイス、そして1本出しますがあっとフラッグがありました。オフサイドになります。船越わずかに出ていたのか、船越のオフサイドです。船越は4点です。このベルディは20点のもちろん武器なんですが、4点で船越デーフという強度スタメンです。ラモスリー監督、さあここはまたボールを持っていきますが、宮本からそして浜田から一旦下げられました。5番の前田、前田からここは柳沢、おっとダイレクト、そして平下からもう一回柳沢、面白い面白い面白い、浜田いった、もう一回柳沢から右へ持っていく古橋、面白いぞ古橋からまだ持つ、簡単にさばいてそして逆に振りました。ゼカロスがいきます。どっかでスピードアップしないと、はい、香川が今取りに来ました。その香川からダイレクトです、うん、とまだ出ていません。そしてもう1回いきます。これもスレスのボールになりますが、宮本、さあチャンスが浜田から古橋、古橋シュートーと、ここは高い反応まだあります。アレがいった、アレもう1点になってシュートになった、高い取りましたという野々村さん、このスレスの攻めですが見事ありましたね。いやそうですね、ちょっとその、手数かけすぎかなって感じしましたけど、サイド変えることによって今ぽっかりもスペースできましたね、はい、ああいう簡単にこのボールをはたいてボールを回してそして前行くという、あのヴェルディがよくやるパターンですが、今セレスが綺麗にボールを詰めていきました。確かにあの中でじゃあその緩急どこで球をつけるかなわけですね、今サイド変わって、はい、ゼカロスのところで、ね、スピードはちょっと上がりましたけど、小松から前を取ります。小松行って頭を落として小松行く最後は体を取りました。14番の、今のはトリサーだったでしょうか。最後は留学処理しました。1対0です。非常に立ち合いから単なゲームになっています。もう19分が余って20分になろうとしています。緩やかな形、今はその旗がだらーんと垂れ下がっています。風はありません。
さあ船越の頭、そして復帰がいましたが、ここから柳澤ボールを出しました。スローになります。ヴェルディのチャンスになります。さあ服部がボールを入れます。復帰、そしてここもヴェルディのスローインです。服部、どこへ持っていく。復帰、そしてもう一回服部、復帰、復帰、シュートでやっていった。まあ、右足はあんまりみんな警戒してないと思いますから、ね、あ、なるほど。ただね、復帰は右足のシュートも本当にうまいですよ。はい、ご覧のような風です。緩やかな風です。さあそしてまたセットプレー、だからブレディはセットプレー弱いという話になっていますが、セットプレーの点とはこれまた意外と少ないんです。まあ、これをなんとか点にしたいということになりますが、復帰蹴った、さあゴール前におっとシュート、あーっと土屋、土屋見事に決まりました。復帰してそしてゴールインです。ヴェルディ2点目。これはしかしパーフェクトゴールでした。こっからもう一回締めて締めて、いや素晴らしいゴールになりましたね。いいゴールでしたね。セレッソ、まあ、ゾーンでコーナーキック守ってますけど、ボールスピードもあったし、土屋の底に入るタイミングも良かったですしね。いやもう一回見ましょう。ここからその土屋の頭です。うわ、綺麗に決まりました、まあ、あれボールスピードがないとあれだけ速いシュートもいかないですからね、はい、今シーズン2点目土屋、そしてこのゲーム2点目ヴェルディ。これは、はい、土屋選手、あの99年にナビスコで、ヴィッセル時代にこの場所で点を取ったと。なるほど。それ以来の今日西川岡だそうなんですね。そうですか。点取れそうな気がするんだよなって話していたんですが、本当にそうなりましたね。ですから、まあ、お手の怪我も 100% 治ったという話ですが、このゴールでまた一段と良くなってきます。これは野々さん嬉しいですよね。そうですね、さあセレッソが2点をリードされました。右サイド柳沢、柳沢中にボールが入る。さあここでどうするか濱田、あとうまいターンだったんですがボールがそれました。復帰あります。復帰、これはスペースありますね、はい、ディエゴ、ディエゴ、エゾがっといきますが、ディエゴからと船越、そしてオール持っていきます。まだあります。オードオード、ディエゴ手当たりになっている。さあどこへ向けてディエゴの頭が、復帰がディエゴです。ディエゴの頭打てませんでした。そしてゼルイスがまた行きます。海本、まだあります。復帰から2段下げた富澤、富澤から中に縦に入りました。大野うまく前を取った。大野行った。さあそして船越、ディエゴ、船越、横をパスは弱いか。あと服部、服部、谷本がどうする。狙うシュートになった。谷本がこの左足で今シュートを打ちました。シュートです。可能性はありましたね。まあ、もう 2-0 になりましたしね、はい、0-0 の状況での今のシュートとやっぱり違いますよね、印象が、はい、ですから、まあ、今そのスレッソが攻めた後のこのヴェルディの攻めだったんですが、まあ、ヴェルディがひょっとしてやっぱり野々さんおっしゃるように望むところかも分かりません。攻められれば攻めやすくなるわけですね。そうですね、はい、まあ、より復帰はいきますね。ディエゴ、カイモト、ここは中盤の攻防、海野とか左を持っていきます。そして服部です。ディエゴから服部、さあここは簡単にボールを回しながら大野、服部から2タッチで復帰、復帰、前田がマークに来ました。一旦下げます。土屋20分にゴールを奪っています。9分の戸川、そして20分の土屋、2回でヴェルディが2点リード。過去の第1クール、第2クール、まあ、2戦とも2対0でヴェルディが勝っています。ですからまだ失点はもちろんありません。点は6点取ったことになります。ゼルイス、ここは通りません。まあ、ゼルイスも前節からこのピッチの中で復帰を果たしています。復帰、誕生日ゴールなるかどうか。ゼルイス、そして大野、ディエゴ、服部、失礼、土屋が今右サイドしていきますが、その土屋にボールが行きました。香川がうまくいきます。おっと、
ここは激しいプレーで船越がファールということになりました。ただ2点差というのはもちろん1点取れば分からなくなるとは言うんですが、やっぱりセレッソが言ったら野村さん、前半のうちの1点だと思うんですよね。そうですね、できればね、うん、形は作るんですがゴールインはありません。まあでも無理して取りに行くと本当にこう、はい、3点目、うん、復帰、はい、独断場になりそうな感じはしますけどね。そうですか、その辺をケアしながらということになります。いや、その辺がやっぱ一番難しいところですね。はい、柳沢からここは壁がありました。ここもハットリの壁、そしてゼグリスの壁になりました。前田がいます。前田から右もらえて、そして浜田、さあここはボールを回していきます。やっぱりね、セレッソもここまで見てると、やっぱりこう理想を追ってるところはありますよね。なるほど、ポゼッションを多くしたいっていうイメージを相当トレーニングから言われてるんだろうなというプレーが多いですから、追いつくためにはもう少し早く、はい、さっき前半の立ち上がり使えたようなベルディの3バックの外のスペースに誰かランニングして、そこを早く使うというようなことを増やしたいですね。そうすると当然ですが、右サイドは浜田、そしてこの柳沢のコンビ、左サイドは香川、ゼッカロスになりますが、ここはまたボールを持って、さあここはチャンスになるか。宮本行きました。宮本から今小松が右サイドに上がっていきますが、壁に当たって小松のところ行くか。もう一回宮本行った、中に入って、ここはキーパー出ました。中にです。4月の1日の突戦でその吉原が前半で怪我をしました。その途中からもう昨夜出ているんですが、そこからまたずっとこのスタメン復帰をしています。その高いキーパーです。長いボールが出ました。そして船越落として復帰が来ます。おっとバックヘッドでここはキーパーを落としました。いや、しかし古木監督は全く座りません。その都度指示を出します。小松、ナイスプレー。117センチ小松、小松持っていく、小松、土屋をかわしか、かわして小松持っていく、おっとファールはないですね。ない、という小松のプレーですが、野々村さんいかがですか。今最初の局面を変えたのはすごくいいプレーでしたね、はい、ここは本当にいいプレーしたと思いますね。ここから、まあ、自分でトライしたのもいいですけど、はい、他の選手がもう少し引き出してあげることができたら、また違った局面になったと思いますね。ヘディングが大きな武器と言いますが、今の足元も強いですよね。そうですね、さあ、はい、セレッソ黒部監督は香川選手にですね、左サイドから斜めの動きでゴール前に入っていくようにという指示を。なるほど、香川3ゲーム連続のスタメンで起用されます。今日のゲーム左サイドにいます、26番です。さあここはまた宮本にもらいました。宮本アレへのボランチになります。そしてここは浜田、浜田から縦にボールが入って古橋が行きます。さあチャンスが、土屋が対応しています。まあ点を取ればこういうのはやっぱり余裕でなんかこう対応できるって感じですよね。気持ちはいいでしょうね。いいでしょうね。ああいうところの対応は本当に土屋、うん、身体能力も高いし、はい、味方選手も全くこう心配がないという感じの対応をしてくれますからね。なるほど。さあそして高木がボールを蹴ります。ここは船越がいますが、その前でアレがクリアになりました。もう1回ゼルイス落とした。ここから思うのはと大野へのファールということになりました。したがってキックはベルディです。28人が回っています。26番香川、この人の指示が多いという古木監督、まあ、香川もまだ18歳なんです。今日の出身、あのようやくそのプロシーからプロ A 契約を果たしているわけですよね。はい、そうですね。まあ、これを一つの通過点に頑張っていきたいという話をしているわけなんですが、あの森島もそうなんですが、やっぱり嬉しいですよね。いや、嬉しいと思いますよ。まあ、特にあのアンダー20のカナダ大会、まあ、これももちろん好きでのプロ A 契約への、まあ、成立だったんですが、まあ、気持ちが当然入ってきます。18歳です。さあここはまたベルディのチャンスになります。2-0 のリードもあるし、これはもう思い切って復帰いくんじゃないですか。距離はたっぷりですけどね。ここからだと角度わからないですけど、壁の横にスペースがあるかどうかですね。復帰のシュート、あっと強烈です。クロスバーでした。今決してブレ球を蹴ったんじゃないと思うんですよね、速いボールでちょっと巻いて落としたっていうことだと思うんですけど、すごいですね。もう一回見ましょう。そうですね、あの距離でこのシュートです。おっと、もう一回振ったシュートだと、壁に当たって勢いがなくなりました。
キーパー吉田が取っています。32歳というベテランのキーパーです、吉田。でもね、やっぱりこう復帰らしいところですね、いうのはね。そうですね、まあ、復帰はフリーキックでは2点を取っています。まあ、フリーキックで2点、そして PK では3点です。まあ、トータル20点です。もちろんハットトリックもあります。あとここはフラグが上がっています。復帰、まあ、パスで強いということですが、まあ、点が欲しくて今しょうがありません。ただ復帰の勝負どころはこの20点のうち、まあ、ほとんどがやっぱり後半に来るわけですから、相手が疲れ出すと簡単にいっちゃうケースあるんですよね。そうだと思いますよ、まあ、サッカーそのものが後半の方が点が多く入るスポーツなんで、それも一つあると思いますけど、復帰 の、 そのフィジカル的な強さはより後半になったらいきますよね。そうですよね。ここは浜田行った。しかしゼルイスがいますが、おっとファウルか。わーというちょうどこのゴール裏がベルディのサポーターです。まあ、この西岡サッカー場は右がホームになります、左がアウェイになります。まあ、したがって今そのゴールの後ろベルディのサポーターがブーイングになります。ただここはいい距離でチャンスです ね、 そうですね。さあどういう形でキックをし、そして点に絡めてくるか。当然、はい、90分終わった後のことを考えるとやっぱりね、セレッソもやっぱ2点3点取るというのはそんなに簡単じゃないと思うんですよね。はい、一つ一つのチャンスで取っていかないとということを考えるとすごく重要なセットプレーですね。はい、で当然これゼカルロスでいいんですよね。だから一回ちょっとボールを動かして、はい、蹴るっていうようなことを最近多くやってますから、はい、最終的にはシュートなのか、この距離からパスを選択するのかというのはちょっとわからないですね。はい、中にはもちろん前田、小松がいますが、前田もこのセットプレーは強くて、まあ、ディフェンダーですが5点を取っています。小松も5点を取っています。古橋は7点。さあどういう攻めでくるか。まあ、ベルディはセカンドボールですね。はい、セカンドボールは当然浜田たちが狙ってきます。さあここはまずセーフカルです。動いた、そして横へ出した。おっと失敗ですね。珍しいですね。そしてボールこぼれて、ここも復帰がきますが、ボールをここでようやく出しました宮本です。まあ、今のも最後のところ宮本がヘディングで出すあたりもやっぱ復帰への恐怖心ですよね。なるほどね。ただまあ今非常に珍しいと言いましょうか、ゼカロスを生かすのかなと思ったんですが、古橋からまあ香川というところでちょっとこうミスバスになってしまいました。そうですね、アイデア面白かったですね。土屋、そしておーっと超える怖いですね柳沢。さあそしてゼカルロスサイドを変える、こういうパスはうまいんです。そして柳沢、ここはフリーになること多いですから、はい、柳沢ゆっくり今小松が入っていきますが、スピードがあります。柳沢運動量があります。浜田からもう一回戻ってきます。そしてボールを出した古橋が打ちました。あーもったいない。ディエゴ、そしてゼロイス、手数をかければかけるほど、はい、まあミスが起こる確率というのも当然上がっていくわけですから、そうでしょうね。まあ、この辺は本当に理想と現実で難しいところですけど、はい、まあ、それとそのセレッソの守備も良くなったという野村さんの話もありますが、ベルディも負けていませんからね。そうですね、意識はやっぱり高くなりましたね。第1クールはベルディのこの失点というのはあまりにも多すぎたんですよ ね、 そうですね。なんかそういうイメージが残ってしまっているんですが、第2クールが完全にもうこのディフェンスの方はまあ、3バックにしたからということもあるのか分かりませんが、まあ、というよりは頭の中を変えたんだと思いますよ。頭の中をね、それこそラモスさんが理想をちょっとこう捨てたというかね。なるほど、まあ、3-5-2 のシステムが非常に生きています。ただ確かにジャマス監督はやっぱり 4-4-2 で、 で、この中もボックスあるいはダイヤモンドにしたいという話をずっとしてるんですが、まあ、今でも 3-5-2 が非常に機能してるわけですからね。そうですね、まあ失点もだいぶ少なくなりましたしね。富澤から前線に出されます。そして富澤にしっかり今小松にマークに行けというボールを出した後なんですが、ラモス監督が、そうですね、プレーの終わった瞬間、切り替わった瞬間に今度はしっかり守備のことを考えろということを伝えたんだと思いますけどね。34分が過ぎています。あれから、そしてここは浜田行っています。そして宮本、これもプレッシャーかけられて復帰がやっぱり怖いんです。確かに。そして今前田がようやくボールを取りました。江添、
上野さん、はい、クッキー選手がですねピッチ内からベンチにスパイクを変えたいとアピールしまして、今スパイクポイントですね、ポイントのスパイクがアピールされました、はい、うん、このところよく変えますよね。そうですよ ね、滑るんでしょうか ね、 ですかね、はい、雨以外でポイントに変えるのは珍しいですね、はい、さあそしてここはボールが流れました。やっぱりシュートを取る選手、いわゆるゴールゲッターというのは野呂さん、このスパイクというのは随分やっぱり気になるんですよね。まあ、これもタイプによりますね。足の裏を多く使う選手なんかはあんまりこうポイントの数の少ないスパイクは履きたがらないですね。でも大体やっぱりそのアップがあって練習があって、まあ、これ本当にあれですね、はい、固定ですね、同じ、はい、そうですね、固定から固定ですね、そういうことですね、はい、ただちょっとフィットしなかったっていうだけじゃないですか、はい、当然ですがやっぱりフィット感というのはありますんでねと思いますよ、まあ、その辺も気にする選手とそうじゃない選手といますけどね、はい、まあ、20点取る選手ですからそういった意味ではデリケートなんですよね。復帰がそんなタイプとは思いませんか、いなかったですけどね、さあ、そしてその間にセレスがまたボールを持ちますが、35分が回っています。残りあと10分です。10分を切っています。この10分間の戦いをセレスが持った。さあ、ここはチャンスなのか。土屋のプレス。そしてここからまたもう一回柳瀬にボールが出ました。柳沢、古橋に出るかと富澤いました。ボールは行っています。高野にこぼしていますが大丈夫かな。そのままボールは出ています。この残り10分過ぎていますが切っているんですが、野呂さん、ここからまた大事ですね、はい、ベルディはね、もちろんセレスもそうですが、ベルディは絶対失点しないことです ね、 ですよね。だからより守備の意識を高くしておけば、はい、より復帰が決定的な形で起きるチャンスというのが出てくると思いますから、はい、でセレスはこういうだからセットプレーですよ ね、 すね、何度も練習してるわけですから、ここでその得点に結びつけるかどうかになりますが、前田が動いています、エトリも動いていますが、どうだ、ボールはストーキーパーパンチング高いです、ボール入っていますが、ここでまたクリアになったディエゴ、そして土屋が行きますが、さあまたチャンスあります、ここからスレッソどんなボールが入るか、狙っていくか、あっと、うん、という形で打っていきました。これは最終的には狙ったという感じですか。最後はもうそうですね、一応速いボールで誰かが触ってくれてもいいし、枠に行って入ってもいいしという選択だと思いますね、はい、クルフ監督多少の嫌な感はあります。まあ、監督の経験、そしてまたブラジルでもたくさんのタイトルを取っています。非常にキャリア豊富な監督です。さあ、ここはボールを回していきますが、あと浜田、おーとファールになりましたね。セレッソ の、 その前に運ぶのがちょっと遅いので、はいはい、まあ、ベルディは守備しやすいですね。逆にあそこの局面をセレッソ打開できると、逆サイドにたくさんスペースあるんですけど、ね、はい、さあ、そしてこういうセットプレーも多くなっています。今第4審になだめられていますが、ラモス監督かなりまた気持ちが入ってきました。そして今のプレーで復帰にカードが出たんですが、そのラモス監督ですが、ここはラモス監督も大事なんでね、このセットプレーですからね、そうですね、しっかり守れるということでしょう。まあ、今までで一番嫌な角度ではあります、はい、前から低いボールだーっと、ここは簡単にクリアになりました。リエゴです。そして宮本、そして復帰に先ほどのプレーでバファーになりました。イエローカードが出ていますが、これが累積の4枚目、したがって次節はゲーム出ることはできなくなりました。ラモス監督怒ってますね。怒ってますか。次出れないというのもかなり痛いと、頭に来るという表情です。さあ、そして今またセレッソ、小松がボールをキープしていますが、中にもフラスが入っています。一旦左に開きました。ここからボールが入って低いボールがいった、あっとシュートはそのまんま入らない。高木ちょっとヒヤッとさせました。高木というキーパーも意外とここでやりますよね。そうです、今まあちょっと見えなかったのかもしれないですけどね、復帰、はい、としては次節これ福岡戦ですよね。まあ復帰もうね、次節出れないのは仕方ないと思うんですよ、で今日のゲームで最後まで90分復帰は必ずピンチ立ってることですね、はい、なるほど。とここはクリアになります。そして統一ですが、宮本が打ってきました。宮本が打っています。24歳、まあ、広島ユースの出身になります。復帰、イエローカード、今ので4枚目。ただまあ広山がいますし、まあ、そして船越になれば、まあ、もちろん復帰の怖さありますが、
まあ、まずは今日のゲーム、ですね、まあ次のゲームのこともし考えるんであれば、はい、全く違った、こう形からこの勝ち点3を取るっていうイメージでヴェルディ臨まなきゃいけなくなりますので、はい、やっぱ復帰がいるといないのとでは全然違いますからね。なるほど。富澤、これはボールは結局は出してしまった格好になりました。スローインはスレッソ、ヴェルディですか。いや、ラモス監督も激しくなってますね。ディフェンスラインにかなりちょっと不満があるようで、あのディフェンスラインに激しく指示を飛ばしています。あとキーパーの高木選手にも高木という声何回も響かせています。まあ40分過ぎて残り5分ですから、ここから確かに野々村さん、本当あのラモス監督であればこのディフェンスの方ですよね、しっかり守ってほしいわけですよね。そうですね。香川行った、香川土屋、この辺の対応がうまいんですが、これでとバンになりました。まあ、一発目のやっぱ土屋がいい対応をしてくれますからね、はい、次の選手も狙いやすいですね。ここでのプレーです。香川18歳です。まあ、172センチは最適には決して大きな選手ではないんですが、運動量が豊富です。パスも出せます。ドリブルもできます。兵庫出身です。さあそして高木がボールを蹴ります。船越、このボールを拾いたい貝本。そしてここから、そうか、確かに復帰、今データが出たんですが8枚目なんですよ、考えたら累積はね。やっぱり8枚目でしたか。ですよね。そうすると2試合になっちゃいますね。そうですね。まあでも昨シーズンに比べると、そう、だいぶゲームはね、出てますよね。まあ去年がもちろん札幌で25点を取ったんですが、まあとにかく出ればカードをもらうような状況でありました。さあ残りもう4分を切っています。セレッソとしては確かに1点は欲しいんですが、まあ無理やり取りに行って1点失ったらもうこの時間帯だとものすごくきついですから。いや、そうですね。柳沢、ただちょっとね、そのやり方自体がこう、危ういところはありますよね。真ん中をやっぱり1回使おうとするのは、おそらくチームの決まり事であるんだと思うんですね。あそこでヴェルディの3バックを中に集めておいて、外のスペースを使いたいんでしょうけれども、意外とそこで捕まっちゃいますよね。そうですね。だヴェルディは結構チャンスになりそうだなっていうシーンがね、多いですね。この辺の中盤もですから、ボールを取ってしまうのがヴェルディ、ディエゴ、そして大野、船越、まあ、ちょっと船越ボールは出ないか。そしてアレがいました。おっとファール、アレ、船越の接触、アレの、いや船越のファールになります。船越も今3枚なので累積、そうですね、従ってあまり無理はできません。大きな声です。5月の途中から、まあ、就任をしています。古橋、おっとここのゼルイスの守備ですね。いい守備ですね。そしてあっと復帰にはボールは飛ばないか。ディエゴもいたんですが、まあ、より早く復帰にならないということになりました。まあ、でも前のスピードはありましたから、あの確かにディエゴ復帰は持ったら服部よく言っていますが、なかなか追いつけないんだよと後ろからという話をしますよね。それほど早いという2人になります。まあ、それで点が取れるんだったら、一番簡単でいいわけですよね。残り2分を切りました。だからまあヴェルディリードしてますから、相手に引かれるっていう状況はまず考えられないですからね。おっと船越と、そして今ゼカロスがちょっと興奮状態にいますが、だから浅く見たり船越はあんまり興奮しない方がいいですよね。そうですね。時間はだんだんなくなっていきます。前半の9分に戸川1点、そして20分に土屋が1点、2対0、ヴェルディが2点をリードしています。激しいブーイング、もちろんヴェルディのサポーター。さあここは浜田、そして八重さん右サイドいますが、ここはボールをつないでいきます。宮本、浜田から、開いた、柳さんの意図するところは良かったんですね。そうですね。しかしボールが出てしまいました。もう一つ前のタイミングで出ても良かったですけ ど出れば小松が持てるというそんなシーンでした。ここはボールを出しています。もう44分を回っています。残り時間が少なくなってまいりました。まあ、今日は控えの方に森島が回っています。森島が前節はサートで起用されました。そして途中浜田に変わったんですが、まあ、これも起用があるかどうかになります。
時間はなくなっています。そして柳沢のスローインです。アレが求めていますが、ボールはタタに、そして古橋が持った。ここから繋いでいきたいんですが、宮本、そしてエトエがいます。縦に入ってここからどう攻めていくのか。香川から右サイド、柳沢、いやっとちょっと球足が速かったか。やろうとしていることは本当にこうみんなね、いい選択はしてるんですけど、そこでのミスがちょっと多いですね。そして今出ましたが、アディショナルタイムは1分です。あと1分という時間ですから、まあ、ほとんど時間はありません。2対0、まあ、このまんま終わりそうな気配もあるんですが、香川持った、香川、そして落としてアレ、でカラスが左待っていますが、ボールを回すか、縦に入るか。縦に入れました、小松、そしてアレ、アレ打つか、うん、ここで回していきますが、ゼカルロス中に入った、速いボールが行く、小松が待っているが、そのまま切れました。どうやら2対0で終わりそうな気配になってきました。ここはボールはゆっくり持ってていいわけですよね、ベルディは。そうですね、アルセナタイムは1分です。もう時間もありません。2対0です。ベルディは2点をリードしています。まあ、ちょっと復帰がイライラしているのは気になりますね。そうですか、1枚もらってしまったということは、やはり頭にしっかり植え付けないといけません。平越が行きます。ちょうどハーフタイムで、はい、よかったですね。ディエオから、さあここはゼルス、そして復帰が行った、さあ復帰だ、復帰だ、復帰、復帰、ここで持っていくのか、挟まれてファウルはないか。ファウルありません。これでまたちょっとイライラがたまるという雰囲気になりますが、ファウルはなかった。さあ、そして、ね、今イランに見せたんでスペース使ってもいいと思うんですけどね。江添から縦に入って古橋、そしてもう一回江添、江添から左に持っていきますが、あれ中に入るか、時間はないぞ。古橋高いが出てきました。ここも戸川のいい対応になりました。全く当てていません。もうすでに46分というそのアディショナルタイム1分が過ぎています。もうワンプレーできるかどうかになりますが、そして今笛が鳴りました。東京ヴェルディが非常にいいゲーム展開です。2点を先行しています。この戸川先制点、まあ、混戦から1本決めました。まあ、そしてその後に20分に今度は土屋ゴールを決めていますが、復帰のイライラという、まあ、この表情を見ても確かにね、そうですね、ちょっと後半気をつけたいですね。相当イライラしてますから、まあ、ハーフタイムで本当良かったですね。今ベンチからもスタッフが言ってますけど、まあというところでしょうね。ベルにとってはそれが一番心配ですよ。ここ2点リードして10人になるほどね、もったいないことはないですから。ですよね。というところでまた後半はどういう展開を見せるか。前半の9分の戸川、そして20分の土屋という、まあ、この30節はヴェルディマストウィンゲームですが、まあ、前半のうちに2点をリードしました。前半終了です。東京ヴェルディ、そして、このセレッソ大阪の一戦ですが、2対0でヴェルディがリードを奪っています。この放送は西岡サッカー場からお送りをしております。衛星 CM 工房、インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売上アップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。スカパー MLB ライブ終盤戦へと突入したメジャーリーグベースボール、8月のスカパーは93試合をオンエア。レッドソックス松坂大輔を徹底マーク。先発予定の全試合を完全生中継。ますますヒートアップする各地区の首位争い、激闘必至の好カードをお見逃しなく。メジャーリーグベースボールはスカパー MLB ライブでチェック。スカパー D2 by スカパーをご覧の皆様、スカパーは J1、J2 全部生中継、入れ替え戦を含めた全620試合をライブでお届けします。ご覧の3つのセットをご用意。さあスカパーで J リーグ三昧。 D2 by スカパーは J1、J2 録画放送を含め全試合放送予定。 J1 注目カードは毎節ハイビジョン生中継です。白熱の J リーグを見逃すな。詳しくはこちらカスタマーセンターまで。見せたい未来がある。
J リーグ will be。前半を終了してヴェルディが2点をリードしています。この後はクラブ応援コーナーをご覧ください。龍崎、渡り、レム、邪魔者は全て消えた。僕は新世界の神だ。バップ。龍崎、渡り、レム、邪魔者は全て消えた。僕は新世界の神だ。バップ。こんばんは、リポーターの高木清香です。ヴェルディガールズの北に真美です。さて今回はおととい行われました薬物乱用防止キャンペーンの紹介を行います。おととい23日から開催されている渋谷アコースティックライブボリューム3、ダメ絶対ノードラッグキャンペーン。この社会貢献活動に先週ヴェルディのアドバイザーに就任した津波さんが初仕事として参加。クイズなどを通してサポーターとともに薬物乱用防止への知識を深めました。我々ちょっとやっぱりプロクラブとして影響力のある人間だと自負しているので、そういう人間がどんどんこういう社会貢献活動に出ていきたいなと思ってますから、グランドだけじゃなくてヴェルディというブランドをね、とにかくみんなに認知していただくためにも、今私の力が使えるんであればどんどん出ていきたいと思っておりますので、ぜひみんなでこれを見て、行ってください。よろしくお願いします。津波さんはヴェルディのアドバイザーとして初めての仕事となりました。今後も幅広い社会貢献活動やサッカー普及活動に参加されるということなので楽しみにしたいと思います。さて続いては今度の日曜日に行われる富士山エイドプロジェクトの話題ですが、北谷さん、はい、このプロジェクトご存知でしょうか。はい、ヴェルディの環境アドバイザーである野口健さんが行っている富士山の環境保全を目的としているプロジェクトですよね。そうですね、はい、野口さんとは、開幕戦後に一緒に清掃活動を行いました。はい、その野口さんが今回ヴェルディベレーザのサポーターの皆さんと一緒に富士山の清掃活動を行うことが決定しました。そしてこのイベントに自主的に参加するというベレーザのゴールキーパー小野寺選手にお話を伺ってきました。自分とかでもできることがまだあるんじゃないかっていうのを思っていて、でもまあ具体的に何をできるかなっていうのを考えて、それでそういう富士山登山清掃っていうのがあったので参加させてもらうことにしました。まだ想像の世界だけなんで、実際にこの目でどういう状況なのかを見てみたいと思います。それでまあすごいって聞いてるんで、力仕事だといつも鍛えてるんで、少しでも役に立てればとそう思っています。はい、当日は清掃活動のほか野口さんと小野寺さんによるトークショーなどイベントが盛りだくさんです。イベントの参加の詳しい内容はヴェルディホームページクラブからのお知らせをご覧ください。では次回のホームゲームのご案内です。今回は北谷さん、よろしくお願いします。はい、次回のホームゲームは8月12日日曜日夜7時からここ西ヶ丘サッカー場で行われる水戸ホーリーホーク戦です。ピッチとスタンドが間近なこのスタジアムでの応援、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上クラブ応援コーナーでした。戦いは続く、逃れない、この後はお知らせを挟んで前半ハイライトです。大きくサイドチェンジ、空いたスペースに展開します。スルーパス、おっとこれはオフサイド。激しいボディーコンタクト、貴重な追加点が入りました。壁は4枚、ヘディング、ディフェンスをうまくかわした、これはチャンスだ、ゴール。衛星 CM 広告、インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。
次に商品写真などを用意しナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき売り上げアップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。2006年11月21日、一人の日本人選手がヨーロッパに衝撃を与えた。8月のスコパーは中村俊輔祭り。プロデビュー戦からセルティック優勝決定ゴールまで俊輔の奇跡を一挙に放送。そして8月はスコットランド、スペイン、9月はチャンピオンズリーグと欧州リーグ続々開幕。サッカーファンならスコパーは当たり前。さあ中村俊輔祭りは8月のスコパーで。俺はクー、人間にもらった名前だ。人間の世界に迷い込んだカッパのクーと少年コウイチが送る感動の物語。俺を見つけたのがおめえたちでよかった。ずっと前から決まってたに違いねえよ。クー、カッパのクーと夏休み。チャンネル猫ファミリー劇場 TBS チャンネル3チャンネルが送る夏のスペシャル企画、ウルトラマンカーニバル2007。今年はウルトラセブン誕生40周年、それを記念してウルトラマンシリーズを3チャンネル合計33タイトル放送します。この夏はウルトラマンカーニバルでシュワッチ。そしてなんとスカパーではセブンにちなんだ特別企画を無料放送。スカパーでお楽しみに。すっかり暗くなっています、この西川岡サッカー場です。まあ、ベルディサポーターは非常に気持ちよく応援しています。セレッソは早く点が欲しいという、まあ、そういった状況です。解説は野々村芳勝さん、そしてリポーター高木清香、実況上野明でお伝えしています。まあ、非常にこう爽やかな風も吹いてくるんですが、しかしピッチの中は非常に熱い雰囲気のゲームになっています。さあ前半のハイライトを振り返っていきましょう。まずは9分の戸川のゴールになります。ここは野々村さん、はい、ね、目の前にボールが来る。そうですね、ちょうどこう、ブレ球みたいになりましたね。ミスキックだと思いますけど、まあ、いいところに来て最後戸川はね自分の足元にこう入りすぎましたから、ボールが、はい、ゴール方向に飛ばすにはあのキックしかなかったというのがこう幸いしましたね。あれが前で打とうとしたら壁があるわけですね。そうですね、まあ、でも一瞬のいい判断だったと思いますよ。気の利いたプレーですよね、うん、そして19分、今度はセレッソの攻めになりますが、古橋のシュート、これポスト当たってるんですよね。ですね、運が良ければあれもポストの中でゴールインなんでしょうが、そしてこれ20分でした。まあ、これは本当にパーフェクトなセットプレーだったと思いますね。ボールスピード復帰から、そして土屋、これはでも綺麗に決まりました。そうですね、あの方向はもうこれイメージでしかできないプレーだと思いますから、ゲームの中では復帰が点を取りますから、ある意味ではラモス監督もこういう点が欲しいんですよね。そしてこれが復帰のフリーキックですが、距離はたっぷりありました、まあ、35メートルあろうという距離なんですが、まあ、クロスバーにボールが当たってしまうという、あの距離からその巻いてちょっと落とそうとしてもボールスピードもあるし、すごいですね。いや、もうあの距離から惜しいシュートを打てる選手ってなかなかいないですね。そしてこれが前半のスタッツになりますが、ご覧のようにシュートの数がベルディが7本、セレッソが5本です。そしてコーナーキックは2本です。フリーキック、イエローカードはこれ復帰の、まあ、トータル4枚目、そして累積これ全てを含めれば8枚目ということで、出場停止が2試合になってしまうんですが、その1枚です。ご覧のような2対0で東京ベルディ1969が前半終わってリードを奪っています。さあそして今土屋とキーパーの高井義成、まあ、打ち合わせをしながら言葉を交わしながら出てまいりました。そして復帰がイライラがこのハーフタイムで解消されたかどうかになります。そして貝本、大野が出てまいります。まあ、復帰に関してはハーフタイムに絶対、まあ、監督なのかコーチなのかスタッフから落ち着いて絶対退場しないようにやれということは言われてはいると思いますが、
退場しなければ点は取れるということでしょうね。そしてご覧のように小松、やっぱりこう並んでも古橋と並んでも非常に大きさが分かります。187センチ、まあ、セレッソも悪いサッカーではないんですけどね。そうですね、いいサッカーをしようとしていて、途中でやっぱりミスが出てしまってますよね、まあ、その辺は難しいところなんですけどね、現実的に考えるともう少し前に早くてもいいのかなと、はい、綺麗に回そうという気持ちは確かに分かるんですが、そうですね、ベルディの最終ラインの背後を突くようなランニングをする選手がほとんどいないですからね、ということでこれから、まあ、後半を迎えようというところであります。さあベルディが今エンジンです。セレッソはいち早くそのエンジンが取られてポジションにしています。上野さん、はい、両チーム交代はありません。はい、という両チーム前半と同じメンバーということになります。後半です。ベルディのキックオフで始まります。左エンドが東京ベルディ196、2点を取っています。右エンドがセレッソ大阪、まだ点がありません。さあベルディのキックオフ、ゼールイスが持ちました。そしてボールを回していこうということですが、小松とフランスが今プレスをかけました。ボールはタッチ内に割りました。そしてスローインがセレッソ大阪になります。ゼーカウノスがボールを入れます。その攻めるセレッソ大阪はキーパー吉田、そして柳沢、前田、江添、ゼーカウノスのフォーバック、ボランチアレート宮本、右の浜田、左が香川です。そして小松と古橋の2トップになります。4-4-2 のシステム、この白いユニフォームのセレッソ大阪です。右から左に攻めていきます。柳沢が行きました。そしてマンツーでボールを持って古橋が行きますが、ここはクリアになった。戸川のクリアです。一方のベルディはキーパー高いです。土屋、戸川、富澤の3バック、ゼルイス、大野のダブルボランチ、右の海本、左が服部、トップ下のディエゴ、そして復帰、船越の2トップです。前半とメンバー交代はありません。ボールが入りそうですが入らない。ゼルイスが止めました。長い足。さあここはまたボールがこぼれて、前田が行きます。復帰も行きます。さあ野々村さん、この後半ですが、まあ、復帰、そして古橋が注目選手ということで、まあ、その復帰が前半はかなりイライラがありました。古橋はいいところもありました、まあ、そういったのも含めてですが後半の展望どうなりますか。まあ、やっぱりセレッソがどこまでまあその我慢できるかというかね、我慢して今まで通りつなぐサッカーをするのか、ちょっと現実的に例えばあの森島なんかを入れて、はい、パワープレー的な要素を含めた攻撃を多くするのかですね。ベルディはしっかりと守備のところさえしていれば復帰のカウンターで、はい、おっと柳さん狙っていきましたか。狙ったんですよね。いや今多分クロスのミスだと思いますけどね。小松当てですかね、はい、なるほど。ベルディはしっかりと守備をしていれば復帰のドリブルカウンターからフィニッシュっていう状況は生まれやすいですから、はい、その古橋復帰の注目選手は前半の印象はどうだったですか。まあ、フッキーに関してもね、セレッソがそこそこ抑えていたし、はい、ある種こうイライラさせたというところでは、いい対応はできていたんだと思いますけどね、流れの中では、フッキー自体も、まあ、悪いプレーをしたというわけではないですけれども、はい、そんなにこう気持ちよくサッカーをさせてもらったという感じではなかったですね、まあ、イライラがそれを表しているわけですね、さあ、土屋がボールを蹴ります、ベルディ、そして今、ディエゴがサインを出します。船越も入ろうという体勢ですが、その船越を狙ったキックになりました。船越を落としてディエゴ、しかしここはアレがいます。アレの小さなクリアボールになった。ここはゼカロスが、そして貝本が行きます。ああ持った、貝本行った、貝本、そしてクロスが入る、柔らかいボールが入った、ここから打てるか、シュートはどうだったっと、船越ちょっとタイムずれました。まだあります。大野が行きます。大野かわして中に入った。さあどうする、中に入ってシュートは打てないか。これも船越打てません。まだあるディエゴ、ここは大きなクリア、アレーです。アレーのクリア、そして戸川、まだボールを持てるか。ここは波状攻撃をかけたいプロベルディですが、そしてセレッソにボールが落ち着きます。ゼカルロス、チャンスでしたね今。いやそうですね、こういうね簡単な攻撃を増やした方がいいと思います、ね、はい、なるほど。古橋、柳沢、あっと浜田を狙っていますがダメです。宮本からアレが持って、あー取られました。船越、だから今のようなプレーなんですね。そうですね、持つのはいいんですがその後ですよね、うん、香川、18歳、香川から左開いてゼーカロス、そうですね、ゼーカロス下げた、どうだ、誰かいるか、いないか、高めのパンチング、
まだあります。ここからもう、小松を狙ったクロスだったんですが、そして両手を広げたヤクルト監督もおーノーという表情なんですが、まあ、だから監督が今のプレーで満足してないということは、今みたいなサッカーはしたくないということなんですよね。その辺が本当に難しいところで、なるほど、あそこからまた崩しに入ろうとすると、うまくいけばいいですけどね、いかない確率の方がやっぱり前半見てると高いですから、ベルディカウンターを受けるところになりますよね。トヨタクルーフ監督のイメージはあくまでもやっぱり繋いでいいサッカーで点を取りたいというだと思いますよ。逆に言えばベルディがそういうサッカースタイルを持っていますから、意外と繋いでくれた方がマークはしやすくなりますよね。そうかもしれないですね。ディエゴ、ディエゴちょっと復帰耐えた、復帰持っていくワンツーで、そして、ここももう一回復帰になった。左開いてハットリがいます。さあチャンスか、ハットリ入れた、復帰を狙う、そしてここアレがマークに来ますが、復帰持つ、復帰まだ持っている、まだ持っている、おーっと面白いぞ。さあここからハットリ、直接行かない、ここで右足で行きました。いいところにオードを出しましたね。オードから落としてシュートというハットリ、オードハットリのシュートでしたね。ベルディは今理想的な攻撃だったと思いますね。ポゼッションしながらでもやっぱり何人かの選手が裏に走って前にボール運びますから、いいプレーになりました。さあそしてコーナーキックです。フッキーがボールを蹴りますが、船越かディエゴかあるいは土屋がいます。どこへ持っていく、おっと飛んだ、これは船越だったんですが、ダメです、まだ浮いています。船越セル、そしてゼルイスもいました。ここで接触をして大野が今倒れています。頭でしょうか。大野大野という大きなコールがそのサポーターから聞かれますが、だ大野も今みたいなところで絶対に負けないっていうつもりでこうサッカーしているところは、なるほど、ボランチになって、はい、まあ、彼自身ちょっとこう意識が変わったところかもしれないですね、はい、で宮本と大野の接触だったんですが、今担架は2つ運ばれたんですが、宮本そして大野ともに今立ち上がりました。上野さん、両監督のハーフタイムの指示が入ってきました。お伝えします。まずホーム東京ヴェルディ1969、ラモス監督、やはり前半終了間際バタバタがありましたので、とにかく落ち着いて冷静にプレーしようという話がありました、はい、そしてラストパスの精度を高めよう、またディエゴがフリーになっている、攻撃の時にもっとディエゴを使っていこうという指示が出ています、ということでベルディとしてはディエゴを使えという、野村さんどうですか。ディエゴはそれほどこういい形で、ボールは触れてなかったですからね、そして落ち着いてラストパスに正確さを求めているということになりますが、2点を取っている多少の余裕はあるんでしょうが、これからが本当のベルディのサッカーできるかという後半でしょう。大野は今出ていたんですが入ってきました。宮本も入っています。両選手大丈夫なようです。上野さん、はい、一方セレッソ大阪クルビ監督、2失点はしたんだけれどもバランスは崩れていないと、ピンチの時にもっと集中しようという指示が出ています、はい、そして両サイドハーフはもっと攻めに参加しようということ、そして1点まず返そうという声をかけました。そうですか、以上です。さあ今はこれは復帰です。復帰が来ました。復帰がここもいった、シュートはどうだ。船越、船越は触るだけのタイミングだったんですが触りきれませんでした。復帰ですね。あれだけこう警戒していてもやっぱりやられてしまいますからね、はい、そして今の高井リポーターの話、このセレッソとしてはやっぱり両サイドをもっと使いたいわけですね。そうですね、古橋、そうするとイメージ的にはですね、この簡単にパスをつなぎながら中が多いですよね。でその中つながった中でもう一回開こうという感じあるんですか。本来はそれをやりたいんだと思うんですけどね。ただ中から外への配球がなかなかこうできてない。小松シュートだ、足元の強さも見せましたで、今拍手を送ってますね、クルビ監督。いや、いいプレーだと思いますよ、ここは富澤が、抑えきれませんでした。もちろんこういうプレーも必要だし、そしてクルビ監督にやっぱり両サイドからうまくボールが回る、そしてクロスが上がるという、そして小松あたりを狙うという、そういうイメージもあるんですね。そうですね、その辺のバランスがうまくいけばいいんですが、ただ2点を失っているけどバランスは崩れていないということですね。守備の時のバランスは悪くないですね、はい、
だからサイドの浜田と香川がそんなにこう前後にランニングしながらクロスを上げるというタイプの選手ではないですから、中へ行きますよね、うん、今もそうですが、おーっと古橋あの体勢で打ちました。らしいところです。古橋非常に難しい体勢だったんですが打っていきました。26歳です。静岡の出身になりますが非常に技術を持っています。確かにこうパスがつながっていくんですが、つながるたんびに香川と浜田は中に入ってくるようなそんな雰囲気があります。ゼカルロス、香川、その前に小松、ゼルイスが取りました。そして土屋、香川プレスをかけます。ボールが出ました。船越選手が倒れています。左膝を押さえています。ーはーはー、左膝という船越、かなり痛そうですね、はい、すぐに広山選手が今ベンチに呼ばれました。そうですか。これ何でもなければいいんですが、これダメそうですね。広山スタンバイです。担架入ります。そうですね、膝のいわゆるお皿あたりになりますが、これちょっと危険な場所でしょうね。うん、そうですね、ただそんなにこう痛がってないので。そうですか、大丈夫ならばいいんですが、ノッカー方の映像へ。そしてこの落ちた時ですか。いや、多分あの乗っかられた時に相手の体重を左の膝で支えきれなくて、それで崩れたわけですね。ちょっとこうダメージを受けたっていうことだと思いますけど、これは変えますよね、当然ね。平山スタンバイになります。ただこれ何でもなければいいんですが、もし何かあったら、というか次節その次もそうですが2試合復帰なわけですよね。そうですね、ちょっと心配の種になりそうですが、そして今その船越に代わって復帰が、失礼、広山が入っていきます。まあ、流れの中では広山は本当に気の利いたプレーできますから、そうですね、はい、ここはそしてボールを持って服部、服部から復帰、まあ、カウンターをしやすい選手がまた一人入りましたね。なるほど、まあ、そしてよく言われる平山に関してはやっぱりディエゴであり復帰でありゼルイスもそうですが、言葉が通じるわけですよね。そうですね、これも非常に強いんです。古橋持った、まあ、逆にちょっと心配なところは、そのセットプレーの高さがなくなったというところはね、はい、広山復帰とのタイミングですがどうだったですか。今ちょっと難しかったですね。いや、難しかったけれども、まあ、復帰に預けとけばなんとかなるだろうという意識がやっぱ強いんだと思いますよ、はい、逆を見たらディエゴも今入ってきてたんですよねというタイミングだったんですが、さあそしてまた柳沢ボールを持ってここは宮本に来ました。今度はセレッソ大阪、ただもう56分が過ぎています。後半のまあ11分が回ったわけですが、早めの1点が欲しいセレッソ。香川でこの間にゼカロスが今オーバーラップをしようというところですが、目の前は古橋、そのゼカロスボールが来ました。そして古橋、ここで相当いいプレーがないとなかなか難しいですね。人数はベルディはもうあそこに8人やっぱりいますから、そして香川浜田が目の前にいます。いや、ですからセントロムどう出るか。ゼカルロスが行ってでカーブをかけるキーパー高木、面白いボールでした。いや、さすがですが高木もよく反応しました。面白いボールありましたね。これもあるいは狙って、まあ、もしかしたら今のは逆サイドネットの上から落とすっていうのを狙ったかもしれないですね。さあ、そしてここはチャンスになります。セレッソ大阪、ちょうどこのゴール裏側、セレッソ大阪のサポーターです。土屋の頭です。もう一回コーナーになります。やっぱ今みたいなところ一番こうやられたくないところですから、相手の前に入ってね、いい対応しますよね。はい、体張りますからね、この人は。そうですね、小松の高さ187センチあります。ゼルイスが負けてきました。そしてもっとここはゼルカルス、もう一回戻ってくる。さあここから古橋がどういうボールを入れるか。古橋、あっと簡単にクリアされました。ゼルイス、そして復帰につながれば面白いんですが、宮本がいました。宮本から柳沢かわす。この後ですね、上げて高いボールはちょっと高すぎました。滞空時間が長すぎた。高木が有力のボールを取ります。そしてもう一回そろそろにボールが戻ります。
今の声はラモス監督の声です。香川から今小松入っていった。ここで勝負に行くのか。おっと古橋、あれのシュートだ。どうだ。と高木、天を仰いだのはクルピ監督です。いやあれもよし任せなさいというシュートだったんですが、ベルディの守ってる人数とセレッソの攻撃のスピードから考えればあのエリアからなんとかこう入れないと難しいですね、そしてゼカルロス、古橋、おっとファウルありません。土屋いい守備でした。貝本から復帰、おっとこれファウル、ベゾエのファウル。今のアレのシュートには点を仰いでしまいました。そしてここは誰にですか。ゼルスに行ってますか。ラモス監督指示を出します。そうですね、はい、ゼゼという何度も声をかけて今ようやく声が届いたようで、でセレッソは森島あたりもスタンバイするんですかね。今表情がついましたが、こちらラモス監督です。今年こそ J1 昇格、まあ、当然なんですがそのためのプレーが続きます。中に入ったディエゴ、いったディエゴ、まあ、このディエゴを使えというラモス監督の指示なんですが、まあ、ファウルありません、まあ、それさちょっとその、はい、守備の、まあ、意識というか準備は当然こう遅くなってくる時間帯ですから、今みたいにそれが個の力で何とかこう対応しなきゃいけないという状況が増えると思いますね、はい、ディエゴです。皆さん、はい、クルビ監督選手たちに声をかける回数は増えてきたんですが、妙にこう落ち着いている監督という印象ですね。気持ちもほとんど変えないんですね。やめなさい。ドーッと中に入ってシュートはとフラッグ、小松のサイドポジションでした。今みたいなスピードが欲しいですね、はい、そうするとこれやっぱりサイド今柳沢なんですが、攻撃にスピードをこう出せそうなタイプの選手は、このサイドバックの柳沢と逆サイドの、まあ、ゼカロスですね、これはだからサイドバックなんですよね、うん、そこへだから浜田香川というサイドハーフがという、ね、リポートもあったんですが、そうですね、まあ、古橋がもしサイドやってると、はい、もう少しこう前へのスピードというのは出たような感じもしますけどね、いやですからの形的にはひょっとして小松のワントップでそのシャドウ気味にフランスが入るんじゃないかという話もしていたんですが、はい、まあ、トップ2トップの形を取っています。そしてこちらセレッソのメンバーですが、20番の森島、いわゆるこうデカ森氏なんてよく言われていますが、森島が今スタンバイをしようというところでしょう。またサインそういった時間が来るはずです。まだ特に誰かに準備をしろという指示は出ていますね、うん、なるほど、はい、だセレッソはちょっとリスクを犯して出ていってるなというのは、柳沢もゼッカロスも前にポジションを取るようになりましたよね、うん、確かにそうですね。あのおそらく決まり事としては 0-0 の状況だったらどっちかが上がったらどっちかが残るっていうことをやってると思うんですけど、だから江添、前田、そしてボランチの宮本ですよね、はい、3枚だけでしたもんね。そうですね、で相手のベルディは復帰、ディエゴ、広山3人に対してセレッソも3人しか残していないという状況です、考えたらでも怖いですけどね、もうそれやるしかないんですよね、はい、0-2 ですから、はい、早く点が欲しいセレッソ大阪、まあ、そういった意味ではこれ62分ですが勝負をかける時間ではあるわけですね。もうそろそろやっぱり動いていかないと、はい、さあそしてここはゼカルロスにボールが行きます。もう一回アレに戻りました。アレ、この中央からどういうふうに攻めるか、狙っていきました。シュート、意表を突くシュート、まあ、これもありかなと、いいシュートだったんですが、まあ、いろいろやっぱりやってみることだと思いますね、ただおそらくクルピ監督はこれは距離的にはあるんでもう少し繋いでほしい気持ちもあるでしょうね、そんな素振りはしてましたね、さあそして長いボールが蹴られます。江添、宮本が行きますがここはオーナーが取りました。そしてもう一回ゼロイス、うん、スタートを切った貝本ですが、右サイド広山取った、広山ディオからアウト、復帰、あ復帰、ちょっと足を取られました。ゼロイス、あれゼロイス、ゼロイスのファウルになりました。それから早いリスタート、ボールは出していない。そして小松、ちょっと当てたセレッソになります。さあそしてセレッソ、ここからどうする、あいいとこ出ましたね、古橋が行く、古橋が持った、どうする、狙うか、シュートになった、古橋のシュート、そして逆サイド小松も今手を挙げて欲しかったという素振りは見せました。いやよく対応したと思いますよ、今のは
もう1回追加です、まあ、この辺はポジションは、まあ、当然ですがその攻めているセレッソの方に行っていますがパーセンテージは高くなっています。これはファウルになりました。甲斐元のファウルです。そして今香川が立ち上がります。大丈夫です。18歳で170センチ兵庫の出身甲斐元囲んでそしてボールを取って古橋さあ小松ターンをするが甲斐元いました。いや確かにベルディは相手がセレッソがボールはちょっと遅いともプレスをかけてボールを奪ってしまいます。この時にね、はい、誰かこう背後に出る選手がいるとね。さあここは宮本右に柳沢そしてもう一回宮本平山行きました。ここは通るかかなりこのスペースがありますがあれゼカルロス勝負するか甲斐本、うん、いい対応だ、うん、ですからスレッソの、攻めもいいんですが中川やっぱり野々村さんこのベルディの守備が非常に集中してますよね。そうですねベルディは守りやすいと思います。古橋1点取ればスレッソ随分流れは変わってくるはずです。コーナーキックここもディエゴの頭最後はゼカルロスに当たりました。したがってゴールキックに変わります。65分したがってあと25分後半も20分が過ぎました。あそしてかなりこのプリプ監督も熱くなっていますが、まあ、後ろへ下がってくださいということで、第4審の中山さんから今注意が与えられました。上野さん、はい、ベルディの方が2枚目のカードを切れそうですね。そうですか。ミッドフィルダー金沢選手が呼ばれました。なるほど、まあ、このところまた金沢の出番も増えています。さあここはゼルイスが行きます。そして裏を取るという平山を狙っていきますがボールはあーっと出てしまった。出ました。前田が蹴っていますがその前ボールは出ています。さあここはスローインでチャンスを迎えますがこの間に土屋が今水分補給です。水を取ります。甲斐本復帰前を向いたあっと大野そしてゼルイス甲斐本いいものが入るがダメです。もう一回大野が飛んでいます。復帰もあの山形戦でしたね。今のもうちょっとこうねあの返しですが一人で持っていって最後決めたわけですよね。そうですね。まああれ出られたらもうどうしようもないですね、はい、相手からすると確かにねあの瞬間に笛でしたからね。そうですね、貴重な1点でした。浜田狙っていきました。いやですから野村さんこの浜田のポジションは大体ここですよね。まあ、真ん中でプレーすることが多いし、まあ、彼のプレースタイルを考えるとそれが一番いいんだと思うんですよね、はい、あと森島です。そうですね、森島選手が今呼ばれました、はい、そして金沢選手は大野選手と交代します。大野との交代は金沢これが2人目の交代になりました。オランキの大野を下げます。さあここでまた流れをどういうふうに変えていくのか。大野とそしてゼルイスのダブルボランチ野々村さん、まあ、両方ともアグレッシブということでちょっと心配もあったんですがうまくバランスは取ってましたね。タイミングよく大野なんかもそのボックスの中でプレーに参加してましたしね、そしてその金沢が今入っていきました。で今度はセレッソが20番の森島が今スタンバイをしています。これは楽しみです、まあ、森島も香川同様にプロシーからプロ A 契約はもう済ませています。森島選手は香川選手、はい、あ香川失礼しました浜田選手と交代します。これはですか、古木監督も、まあ、ある意味予想通り計算通りということはないかもしれません。前節は森島から浜田の交代でした、まあ、今節は浜田から森島の交代です。皆さん、はい、セレッソは A 契約になると選択などを自分でしなくてよくなるそうです。これはいいですね。香川選手それが一番嬉しいと話していました。わかりますよね、まあ、結構ね以前、僕がやった頃もそうでしたよ、はい、プロ1年目は選択をするなるほど自分で古橋粘っているどうだ狙いか古橋持っていくあーっと後ろからどうだファールないファールはありませんでした。ちょうどこのゴール裏セレッソのサポーターですがブーイングです。今体勢も最後ね古橋、
体勢悪かったですから、はい、いやちょっとこの苦笑いです。審判からすると取りにくいところではあったと思いますけどね。ここで接触、これをかわすんですね。まあ、この後は、はい、ちょっと取れないですね。うん、なるほど、古橋の、まあ、突破だったんですがファールはありませんでした。最後東川が対応したと思いますけど、今の対応もそろそろ本当疲れてるなっていう対応ですから、仕掛けていく選手っていうのが必要になってきそうですね、はい。さあ、そして18歳から失礼、浜田24歳から19歳の森島に今変わりました。さあ、この森島のまた186センチという長身が小松の187と、まあ、どういうふうに絡んでいくのか。そして井原さんと左ワシントンですね、浦和レッズになりますが、まあ、このゲームを、まあ、観戦をしています。反町監督も考えたらアンダー20はこれ J2 からも選んでますからね。そうですね、チャンスあるんですよね。おっと1本出た、ディエゴ行った、ディエゴ、ディエゴっと伸びてしまってボールは出てしまいました。ですから森島とか当然ね、香川とか、そうですね、まあ、その辺りの選手を見に来たんだと思いますよ、はい。そして今日の入場者数ですが発表されました、3830人です。3830人が今日はこのスタンドに応援を駆けつけました。そしてこぼれて、ここはその森島が行きます。野々村さん、この森島良さどの辺に見てますか。やっぱりね、小松同様、はい、高さのある選手の割にはいろんなことがしっかりできますよね。テクニックあるんですよね、うん。まあ、あとはコメントなんかを見てると、はい、メンタリティというところでも乗ったらやりそうな選手だなという気がしますからね。今はベルディですが、七海選手が、ね、やはりセレス時代に、まあ、この人に関しては、まあ、天性の資質を持っているプレイヤーだという、ね、うん、ことを言っていましたが、まあ、七海選手も期待をしていてこの森島になります。ここは服部です。服部から広山、復帰、ディエゴは中に入ってあげました。逆サイド、ハットに回って、おっと、クラファーブはない、あーっという両手を広げて多少怒り気味なのはラモス監督です。まあ、さっきの逆でしょうか。まあ、復帰はね、ちょっとその、はい、いろんな面でかわいそうなところはありますよね、彼の体の強さっていうのは。おー、抜けた、シュートはヒットしない。いやー、これ香川のいい動きだったんですが、いいところに入ってきましたけどね、今黒木監督もかなりオーバーアクションでした。うわー、これ真ん中抜けました。貝本ギリギリのところでね、よくやっぱ守備参加したと思いますね。まあ、あの辺がね 0-0 だったらできたかというとやっぱりちょっと疑問ですから、リードしているところの強みですよね、うん。ボールは出ていない、香川のスピードありますよ。おっと、ここは土屋のファールになりました。まあ、ちょっとさっきのプレーで香川も足つってますから、そうですね、この先プレーができるかどうか、はい。18歳の香川、うわーっと激しいプレーです。もう今のは抜いた時点で自分がなかなかこうプレーできそうもなかったんで、ファールもらいに行ったプレーですけどね、はい。まあ、なかなかこう賢いプレーしますね。そしてこういうチャンスは生かしたいセレッソ大阪になります。古橋、まあ、ベルディは一つ高さがなくなってセレッソは一つ高さ入れましたから、そうですね、古橋低いボールはっとクリアボール浮いています。で、ここで広山行きました。前線に出す、そして復帰が待っている。後ろから宮本ですが、こぼれてディエゴ、おーっと激しいプレーだ。アレーと、そしてディエゴの接触ですが、アレーのファールになりました。73分が過ぎています。あと17分、あっと、今富士さん何だったんですかね。全く見てなかったですね。珍しいですね。あれが相手に奪われたらもう最悪でしたね、今ね。ラモス監督は今日一番怒ってるんじゃないかというのは怒ってますね、今。怒るでしょうね。さあ、そしてつなぎながら、ここはまたベルディがチャンスを迎えようという場面になります。金沢来ました。
2対0、2点差、この2点が重くなっていくのか、あるいはまだまだという、まあ、そういった展開に持っていくのか、セレッソ大阪。そのためにももうこの時間帯はもう1点が欲しい時間になります。もう当然ですが、もう仕掛けに入ってずいぶん時間経ちますよね。そうですね、ただやっぱり前半と比べるとちょっと前には早くなりましたけど、はい、ボックスの中にボールが入っていくってことはまずないですね。でこういう状況の時はみんなが足元でこう受けようとしすぎるというのはね、はい、今も森島から小松というこのラインだったんですが、あそこでつないでその次出たいんでしょうけど、はい、まあ、難しいですよね。でこういう形で多少ミスが増えてくるとちょっとこう疑心暗鬼になっちゃうという。そうですね、まあ、ベルディは逆にうまくこうここ5分はごまかしたいですね、ごまかして守るというか、ごまかしてね、まあ、このスタメンでは、まあ、平均年齢が 27.54 歳というこのベルディ、 24.55 というセレッソ、まあ、3歳若いこのセレッソです。香川、まあ、こういった18歳の選手も当然います。香川さっき足つったみたいですけどプレー元気ですね、そうですね、はい、そしてあれ前回はさーっとトラップミスだ。これ悪い傾向ですよね。うん、これで選手 の、そのメンタリティがどうなるかですよ ね、微妙にずれ出してるんですよね、と思いますけどね、あれ柳沢、そして右へ持っていく小松が入ってきました。小松からこの間にも森島はゴール前にいます。小松足元も強いです。そして中に入って、あっとここは香川とそして森島並んでいたんですがクリアボールになりました。復帰がいきます。前田がいます。前田から前田がボールを持てるか、ひるやめいった、復帰、さあ来た、復帰だ、復帰、復帰かわしてどうだ、シュート打てるか打てないか、クリアがなって PK、 いや PK で PK ですから、 PK ですね、 PK 外で刺してるのか中で刺してるのか、今手は PK マークに行ってますよね。そうですね、多分 PK だと思いますね、まあこれですよね、はい、結局 2-0 になってごまかしながら守って復帰のカウンターですから、それでやっぱり昼山が粘りましたよね。そうですね、そこでもう完全 PK ですね。平山が粘ってボールを取って、そして前を向いてるもう復帰しかいないという守りも非常に薄い守りになっていました。そして復帰が入っていって2枚3枚起点の乗っかられての PK という格好になりました。結局は復帰を抑えようとしてるんですけど抑えきれないという、この間にラモス監督がゼルイスと話をしています。そして土屋も今アンサー選手と話をしています。ここからが我慢だ我慢だという声をかけられています。我慢ね、だからこの1点が入ればね、いやもう入れば、ゲームはもうかなり決まったという状況だと思いますけどね、まあ、だからここまでよく我慢したというところですね。なるほど、さあ当然復帰が蹴りますが PK では今シーズンは3点を取っています。フリーキック2点です。トータル20点のこの復帰、まあ、これを決めれば21点目、 PK の4点目になります。まあ、90分の平均得点が 0.77、 シュート決定率が 0.16、 まあ 0.77 のこの90分の平均得点がもちろん最高ということになります。さあその復帰です。 PK 板から 11m、 2m40 のゴールポスト、7m32 のクロスバー、さあこの枠がおそらく復帰は広く見えるでしょう。キーパーの吉田、復帰の左足、シュート決まった、3点目、そして復帰の21点目、バースデーゴールが決まりました。やはりバースデー2点を取ります。大きな3点目、後で紹介しますが実はこの辺の時間帯から復帰本当に点が多いんですよね。21点目になったんですが非常にこの後半点が多いんです。見事な得点でした。77分です。これで、まあ、あのイライラすることはないでしょうね。ないと思いますね、ゼーカウダス、もうセレッソは行くしかありません。船越、そしてディエゴ、ここは広山、あーいいボーダー、服部、そして復帰、ディエゴが入っていく、どこへ持っていく、復帰だ、キーパー吉田、あー取りました。まあ、服部も3点入ったんでちょっとこう思い切って出ていきましたね。はい、まあ、余裕は当然出てきますよね。いやもうこれは本当余裕出ますよ。77分の1点です。おっとキーパー高いです。
柳沢からそして、まあ、小松を狙ったクロスだったんですが高木もついてきました。まあ、だんだんこうプレーに当然ですがベルディは落ち着きが出ています。逆にもうとにかく我慢しろと、はい、絶対やられんなという声が飛んでいます。これでも高木さんものすごい声出てるんじゃないですか。すごい、もう監督ずっと声を出してるんですがほとんどがポルトガル語なんですね。でこれほとんどがゼルイス選手に声をかけてるんですよ。だからちょっと何の指示を出してるかわからないんですが、いろんな声が飛び交っています。まあ、今のはキーパーに蹴らないでしっかりつなげっていうことを言ったんだと思います。あ、ね、おっとここでクロスボールはちょっと長いか。そして深く回っています。小松が言っていますが、小松も多少足を引きずり気味、そしてまた打った瞬間にちょっとこう手を膝に置いて、まあ、呼吸をするシーンもありました。あれにイエローカードが1枚です。皆さん、はい、怪我をしたピッチを出た船越選手なんですが、結局この時間まで膝にアイシングをしたままベンチの中で試合を見ています。大丈夫でしたかね。じゃあね、そうですね、この後検査などあるかもしれませんが今のところは大丈夫そうです。はい、彼のイエローカードは累積の1枚目ということになりました。完全にもうベルディペースになりますが、逃げ出して、さあそしてこの右サイドはカイボになります。まあ、ちょっとね、セレスは戦意喪失っていうことにもなりかねないですから、ただ第3クールですよね、3回目の勝負ですよね。で第1クール2対0、はい、第2クールも2対0で今度今3対0ですよね、はい、まだ点がないんですね、セレスは。そうですね、ただこれ、まあ、今日のゲームに関して言うと、まあ、まだ終わってはいないですけど、やっぱり最初のところでセットプレーでちょっとセレッソからすると、はい、まあ、不運なゴールといいますかね。あれで随分流れが変わっちゃいましたかね。まあ、ベルディはそのチームのスタイルからしても、はい、先制点を取って相手がちょっと前がかりになってくれた方が強さは発揮しやすいチームですからね、はい、ただ今勝ち点が44のベルディ、そして40のセレッソ。まあ、当然ベルディはその上位3チームを追っている第4位になりますが、ただセレッソがこれを負けてしまうとベルディとは勝ち点で、まあ、なんと7の差、これ非常に厳しくなります。今日のゲーム終わってまだ20試合ぐらいありますけどね、はい、広山とフラッグ上がってますがオフサイド。ただ状況としてはまだ第3クールだよというわけではなくなりますよね。そうですね、あれ、この声もラモス監督の声です。セレッソがどういうふうにこのベルディの牙城を破るかですが、ここもまたミスになりました。そしてディエゴからミサに、平山今上がっていった、いい感じ上がったんですがね今ね、もう完全に2人でやろうとしてました ね平山がっくりしましたよね。まあ、多分ね、平山はでもそういうのに慣れていて、慣れていてね、その辺をこう何も顔色一つ出さずプレーするタイプですからね。確かにそうですよね。ここは土屋の守備になります。小松が追っていけます。広山、香川、そして貝本、ボールはまだ出ていません。そしてここで飛びますが、おう、ちょっとあれのすごいような感じですが、金沢耐えています。82分、残りも8分です。もう明らかなのは、野沼さん、セレッソは特に点取るしかないわけですからね。そうですね、あと8分でね、でどうやってまずペナルティエリアの中にボール入れないことにはなかなか手にならないですからね、で高さのある2人がセンターフォワードやっていても、はい、そのままパワープレーみたいなことはしてこないですから、まあ、これがそのまあ、今のというかこれからのセレッソの目指す方向性なんだと思いますけど、あっとクロスが1本長いボールが出ました。飛び込んでフラッシュ、まあ、フラッシュやっぱり2列に入ると前にランニングするっていうことが増えますよね、はい、いやしかし黒木監督は非常に厳しいゲームになりました。台風の影響を受けて一試合が水曜日になりましたよね、はい、水道水なんですよね、うん、それのまあ過密というのも多少あるかも分かりませんが、そうですね、まだ台風の日はベルディバックの西川まで無事ゲームの方が終わりました。まあ、山形と1対1だったんですが、バウンドします、ここは手は扱えません。ゼルイス、
金沢から左へ服部、まあ、ボールが出されても自分のボールになれば OK になります。残りご覧のような7分になろうということですが、6分から7分時間はですから、クリップ監督はもうそれしか残っていない。ベルディはまだそんなになるかという状況だと思うんですが、ただベルディの選手もね、はい、もう楽しめてると思いますよ。そうですか。復帰なんかむしろ、まあ、もうゲーム終わってるって感じのプレーが多いですけどね、はい、まあ、手も取ったし、うん、トキは21点ですが、まあ、とにかく残り時間というところでは非常に増えていきます。おっと、その復帰はちょっと腰ですか。今ちょっと接触しましたね、ファーストでゴールを決めました。城山からもらったボールをスピードを生かして、そして入り込んでの PK、うん、ここですね、前田との接触になりました。大丈夫なようです。まあ、復帰もこれ頑張れば、変な話、2人休めるわけですよね。そうですね、上田さん、ベルディの方は永井選手を準備しています。はい、はい、復帰選手と交代するようですね。そうですか。永井が今スタンバイです。その8番ベテラン永井がこれから入ろうというところですが、リーグを前に出して永井選手トップしたという声が聞こえます。そうですか。まあ、復帰を下げます。まあ、そうですね、はい、次のゲーム名越ももしダメだとすると、リーグをワントップということも十分、はい、オプションとしては考えられますよね。その復帰を下げますが、まあ、でも復帰もイライラがあった前半ではありますが、まあ、後半に1点が入りましたし、まあ、そういった意味では良かったかなということでしょうが、ここは早く出なさいということですが、いや、これね、ベンチは案外ピリピリしてると思いますよ。ーはーはー、ここでカードなんかも絶対もらいたくないですから ね、そうですよね。でようやくここで長井が入ってこう対応する。もう今広山なんかは、はい、そのカードさえもらわないようにっていうことと、もう含めてね、そして今アクションを求められます。さあ、長井が入っていきました。ただファールになりますが、服部が倒されましたが、まあ、ファールをもらう分には全くいいわけですよね。そうですね、あともう4分来ています。そしてここからまたチャンスになりますが、でここでディエゴの中に入っています。ゼルイスが入りました。平山今ゆっくり入ります。服部の左足のキックになります。貝本がファーサイド、サーブ回っていく貝本、うん、そのままキーパーになりました。まあ、ゼルイスは今オフサイドトラップかけましたね、はい、これももったいないですね。金沢取りました。セレッソはこういうことをやっちゃいけないんですが、貝本、そしてディエゴがその後ろゼルイス、あーっとちょっと高すぎました。でもリードをされてるってことはこういうことですよね。リスクを犯した今のもスローインですから、はい、セレッソはここのところ良くなってきたのは、自分たちは守備である程度できるという自信をつけていたからこう良くなってきたわけです。それが3失点だったんですね。そうですね、まあ、やっぱり前半のポンと取られたセットプレーの2点ですね、はい、あれでだいぶこうプランも狂ったし、ちょっとこう芽生えつつあった自信も、なるほど、ちょっとそれが少なくなってきたしというところなんでしょうね。それから185の森島、187のこの小松ですよね、はい、この辺の2人ってどんな印象ありますか、ここまで。いや、小松に関しては足元も収まるしいいんですけど、彼のその高さっていうところを周りがこう生かすことが少なすぎるなという感じがしますね、で森島もそんなには出てこないですよね。そうですね、今映りました、その両選手、ここは古橋になります。古橋も注目選手で期待をした、まあ、期待通りやってくれてるんですが、やっぱり周りとの関係ですよね、うん、ベルディの人数が多いところに攻めなきゃいけないという攻撃ばかりですから、よっぽどいいプレーしない限り、なかなかこう印象としてね、今日はいいなという感じにはやっぱならないです ね、非常に個人としての能力が高いものを持っている古橋なんですが、
まあ、振り足を生かすも、そしてまた生かされるも、周りとの関係ももちろん出てきます。上野さん、はい、セレッソベンチなんですが、コーチがクルビ監督に何か話しかけに行ったりはしたんですが、選手交代する様子も全くないですね、監督を見てると、でその間にもう抜けだと1分になりました。89分回っています。カードですか、今のイエローカードは森島ですね。森島ですか、まあ、逆だったようにもこのプレーですね、いいプレーしましたから、とまあ、この辺でちょっとね手を使うのは、まあ、今森島の気持ちはよくわかりますね、その森島のイエローカードは累積の1枚目になります。ゼルイス、リカマンもなくなりました。ディエゴから、さあここはまたチャンス、貝本フリーだ、貝本そして縦に入って、さあ金沢行った、金沢からフェイントをかける、そして中に入れた、さあチャンスガッと吉田のパンチにまだある、服部行った、服部から長井決めています。4点目が入りました。いやー長井も渋いんです、あの水戸戦のゴールも渋いゴールだったんですが、いやー大きな1点、89分です。4点目、まあダメを押すゴールになりました。まあ、こんな1点がヴェルディの理想だと思います。あーなるほどね、ただこれは0-3になったから、はい、取れた1点とも言えますよね。アディショナルタイム3分です。はい、この3分で4点、セレッソはもう厳しい、落ち着いてました ねで、ディエゴのその配球する場所も、はい、ここから強さスペース完璧でしたね。ボールを浮かしたところも、そして良かったですね、アウトで押し込んでいきました。まあ長いらしいといえばらしいゴールになりました。あの水戸戦でも貴重な1点という、ね、点を取ったわけですが、その森島のイエローカード先ほど出たんですが、これが累積の1枚目。いやーしかし4対0ですね、野々村さん、これはちょっと想定外ですか。いやまあヴェルディっていうチームを考えると先に取って、相手チームが前がかりになった時はこういうスコアは出ますよね、はい、森島小松どうだ、小松シュートアウト、4点というのはあの仙台戦がありました、まあ、27節だったんですが4対1の勝ち、まあ、それ以来の4点になります。さあここはセレッソ意地を見せたい、森島がいます、小松もいます、動いた、さあそしてボールが入ってくるが、クリアボールはここはゼカルロスと、そして土屋が競ったんですが、そして森島倒されたという表情ですが、まあ、ボールがあった瞬間に倒れていました。小松、この2人を生かすことはできませんでした。アディショナルタイムは3分、そして手元の時計はもうその2分が過ぎようというところです。4対0、まあ、勝利勝ち負けはもうベルディの勝ちは間違いないところです。ただセレッソがこのまま終わっちゃいけませんね。そうですね、ディエもこぼれて広山、その前に笛が鳴りました、これもファウルになります。ですからフリーキックは東京ベルディ1球6球、まあ、セレッソもこのゲームのここからの、まあ、残り時間もそうですけど、次のゲームまでにどう気持ちをこう切り替えるかというところはね、はい、やっぱり今日のゲームの最後のところっていうのもそれにつながると思いますからね、さあそしてここから永井がまた持っていく、ドリブラー永井からスルーパス1本出た、そして広山粘った、あっとファールが出ましたか。広山の今じゃ倒したということだったんですね。だと思いますけどね。手元の時計では今そのアディショナルタイムの3分が過ぎます。3分が過ぎました。ここも接触です。宮本が倒れています。4対0、ベルディが4点をリードしています。勝ちはもう間違いありません。古橋から、そして森島を狙っていきます。森島落として、そして香川行きますが、おーっと今、まあ、今のところも土屋よく触りますね、はい、逆さになったまんまいましたが、タフな選手です。土屋こぼれて、さあここは柳沢、時間もありません。3分が過ぎています。小松ポストにはなりきらないか、ファールですね。ラインのわずかに外です。ペナルティーラインのわずかに外。
アディショナルタイムが3分したがって、まあ、これがラストプレーですね、ここで笛吹かないということは、まあ、これはプレーさせて終わるということですから、はい、ラモス監督が今第4審が注意を受けています。ここへ来てもまだ暑いんです。まあ、今のところでもう終わるであろうということだと思いますけど、ね、そうですね、3分超えただろうと、だからこれもし失点したら気持ち悪いんですよね。いや確かに ね、 ね。さあそしてセレッソのこのフリーキックラストプレー、セーカルロスがボールを蹴ります。かなり近い位置になります。15メーターぐらいありますが、セーカンドスが蹴る、そしてどうだと入りません。でまだコーナーがあるんですね。今キラッと時計を見ました。長井ももう時間でしょうと言ってるんですが、まだ続きます。長いですね、確かにもう5分だろうというところで、アーティストのタイムは3分だったんですが、今手元でも5分になります。ラボス監督を持っています。ニアサイド、これもクリアです。まだ乗らない。長井も今言ってますがね、もう5分過ぎましたね。これはまた長いですね。そしてここでもコーナー、セレスのチャンスだ。ニアサイド、おお、これだ。打てるか打てない、打てない、まだあるか、まだ続きます。そしてクロスが1本入った、どうだ、高木、森下が飛んでいます。アレが行った、これボールクリア。5分32秒で笛が鳴りました。いや長かった。これはベルディのベンチも分かりますよね。そうですね、まあ、どうなんですかね、ロスタイム表示のあと、はい、点が入ったというところでロスタイムがちょっと長く取ったのか、それにしても長かったですね、ですね、ご覧のような得点、戸川、土屋、そして復帰で最後は永井がダメをしました。アディショナルタイムは3分だったんですが、5分32秒で笛が鳴りました。まあ、再三ベルディの選手あるいはベンチから長い長いという笛だろうという声は出ていたんですが、まあ、最後のクリアボールで笛が鳴ったということになります。4対0、まあ、4対0という、またこのセレッソに関しては2対0、2対0、第3クールは4対0、うん、まあ、トータル8対0ということですよね。そういうことですかね。まあ、でも今日はやっぱり先制点ベルディが取れたことでベルディの良さがこう引き立つゲームになりましたね。ベルディが良かったというところも当然数多くありますけども、セレッソが逆にこ う, うまくゲームをすることができなかったという見方もできると思うんですよね。これで勝った東京ベルディは、まあ、このゲームの勝利が14勝目、5分けの9敗、勝ち点が47に伸びています。一方のセレッソは負けてしまいました。12勝4負けの12敗ということで5割、そして勝ち点40変わらずになります。そして今ラモス監督とクルプ監督が話をしています。まあ、どんな話か内容はもちろん分かりませんが、まあ、クルプ監督があまり視線を合わせませんでした。まあ、健闘を称え合うという気持ちはもちろんないですよね、クルプ監督はね、この結果だとね。そうですね、まあ、でも、セレッソからすると、気持ちいい負け方という捉え方をしないとやっぱり次に進めないですよね。なるほど、確かにそうですね。だから今日うまくいかなかったことはどこだったのかというのを分かりやすくスコアが表してくれると思いますから、もちろん悔しいんですが、ある意味では完敗ですよね。そうですね、でも気持ちの切り替え、ということになるわけですね。放送席、放送席、勝利監督インタビュー、東京ヴェルディラモス監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。終わってみれば4対0と大勝でしたね。いや、内容がひどかったんですけどね。しかしこれで7試合連続負けなしと結果が出ているんですが、この好調の要因はどうでしょうか。まあ、そうですね、とにかくね、我々は今ね、内容よりが、まあ、結果が、欲しがってるから、まあ、今日みんな最後の最後までもね、まあ前半がもう本当にあまり良くなくて、まあ、ハーフタイムの時に修正してたんですけど、まだまあなんかなんとか焦りや、ちょっと焦りが出て、勝ちたいな勝ちたいってすごくみんなが焦りが出ちゃって、まあもうちょっと楽にね勝てたんじゃないかなと思いますけどね。内容的には僕は納得いかなかった。2-0で
リードと、してたのに後半もちょっと自分たちのサッカーできてたんじゃないかなと思います。そういうことできなかったということが僕今ちょっと納得してないだけです。そして復帰した土屋選手が90分間フル出場で1得点といかがですか。いやそうですね、彼昨日からねすごくセットプレーの練習もすごい集中してくれたからもしかしたら絶対決めてくれるんじゃないかなと。今日も、復帰選手の誕生日でプレゼントしたいと気持ちものすごいあったから、まあ、そういう気持ちやっぱりね、叶えたんじゃないかなと、はい、そして3位の仙台が敗れてこれで勝ち点差1に迫りました。ああでもまだまだですよね、まだまだこれからですよ。練習だけ続けたいなと思ってるんですけど、まあ、あと地位次第ですよね、はい、次の試合復帰選手は出場停止になってしまいますが次の試合向けて一言お願いいたします。そうですね、やっぱり、まあ彼の能力は、まあ、皆さんが分かっていると思いますけど、でも、チームが一人の選手だけじゃないんです。やっぱ他の選手はちょっとね今週はちょっと時間あまりないけど、まあ、とにかく、誰が出ようかやっぱり一生懸命やってもらって、勝利に向けて練習していきたいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございました。東京ヴェルディ1969ラモス監督でした。まあ、勝ってもやはり満足していないという、まあ、そうでなければいけないんでしょうが、まあ、内容よりも今結果を求めている選手が多いのでやっぱり内容が良くないという話はしましたが、まあ、もちろん4-0で勝ったからこういうコメントなんでしょうね。そうですね、でも本当にこう内容より結果というところでは、はい、サッカーのスタイルは以前と比べるとだいぶ変わってきましたしね。さあそして戸川と復帰でしょうかね、準備ができたらインタビューをお願いしようと思うんですが、もう少し時間かかりますかね。まあ、ラモス監督のインタビュー、そして放送席、放送席、そして西川岡に集まったサポーターの皆さん、ヒーローインタビューです。まずヒーローは貴重な先制ゴール戸川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン待ちに待った初ゴールです。いかがでしたか。いやらしくないゴールだったんでちょっとゴールしてって感じだったんですけど取れてよかったです、大事なところで。前回の札幌戦では悔しい思いもしたというふうに伺ったんですが。そうですね、先制点自分のマークのところでやられてしまったんで今日は本当地元だし絶対結果出したいなっていう気持ちで臨みました。地元この板橋でのゴールというのはやはり格別でしたか。いや初ゴールなんで板橋で嬉しいです。そしてですね、今回この初ゴールを挙げて7戦連続負けなしという、まあ、守備も非常に安定しているように見えるんですが。そうですね、まあ、それはみんなフォワードの人からみんなディフェンスしてくれてるんでそれでディフェンスも安定してきてると思います。西ヶ丘の不敗記録も続きました。今日この西ヶ丘に集まってくださったサポーターの皆さんに一言お願いします。いや本当いつも近いところからみんなすごい力もらってるんでこれからも西ヶ丘は満員でいっぱい応援してください。お願いします。ありがとうございました。戸川選手でした。続いて見事なバースデーゴール復帰選手です。おめでとうございます。誕生日この試合やはりバースデーゴールは意識していましたか。Lógico, né? Acho que o aniversário era meu, mas eu queria apresentar a torcida aí, fazendo um gol e os três pontos. Ah, もちろん自分の誕生日なんだけど、点を取ってね、サポーターたちにプレゼントあげたかったんですので、とりあえず3点のプレゼントだと思ってください。ゴールの裏にポルトガル語でおめでとう復帰という垂れ幕がありましたが、見えていましたか？ Eu vi, quero agradecer a torcida, né, por estar presente no jogo, no aniversário. A torcida toda está de parabéns.見ました。で本当に皆さん僕の誕生日に来てくれて本当にありがとうございました。そして残念ながら次の2試合は出場停止になってしまうんですがそのチームに向けてはどうでしょうか。Infelizmente fui prejudicado mais uma vez com erro da arbitragem. Apenas só falei para ele que não foi falta, ele me deu cartão. Mas não é a primeira vez que acontece isso. Esse juiz já me deu três cartões assim sem falar nada. Só falar que não foi falta, ele me dá o cartão. Agora não sei se é de sacanagem, se é erro, eu acredito que não seja, né?Mas toda vez ele me dá cartão, esse juiz.
そうですね、残念ながらもう今まで何回もレフリーの最低なパフォーマンスでチームは何回も足引っ張られてるんですね。で特に今日のレフリーはもう3回目なんですけども、別に何も言ってないのにすごくアンフェアなカードが出まして、もうそこまで下手くそなわけじゃないんですから悪意だとしか思えないような笛の吹き方でした。とても残念でした。複雑な気持ちです。さあそして復帰選手のバースデーを祝うために駆けつけてくださったこの西ヶ丘のサポーターの皆さんに一言お願いします。Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? E mais uma vez eu quero me desculpar por tomar cartão e não participar dos próximos dois jogos, mas com certeza eu vou estar junto com eles na torcida. Espero que meus companheiros possam conseguir os três pontos fora de casa agora.そうですね、皆さん本当にここまで来てくれてありがとうございました。で、まあ、次2試合自分が出れないのは本当に申し訳なく思ってるんですけれども、まあ、それはレフリーのレベルがあまりにもひどくてしょうがないことだと思います。皆さんそれだけを分かってください。ありがとうございました。バースデーゴール、見事なゴール、フック選手でした。という戸川、そして復帰というこの両選手のインタビューを聞いてきました。まあ、野々村さん、はい、本当に戸川のやっぱり先制点の持つ意味は非常に大きかったですね。今日のゲームは、そうですね、あそこがやっぱりポイントでしたね。そうですよね、ですからあれでまあ気分的には随分乗っていきましたし、やっぱベルディ先に取ると、はい、復帰っていう武器があるだけにね、カウンターしやすくなって、強さ出ますよね。の日の字に逆転がつけば確かに復帰になりますからね。なるほどね、大きな武器になったんですね。まあ、復帰もね、イライラしてる気持ちは分かりますけど、分かりますよね、まあ、しかし今日のゲームなんですが、まあ、ベルディは、まあ、そういった意味では、まあ、完勝という格好になりました。まあ、内容にもちろん不満はあったんですが、ラモス監督、まあ、しかし4対0ということで、ニュートンがスレッシャーを破ったスレッシャーとの勝ち点の差は7と広がったわけであります。プロ放送は西ヶ丘サッカー場からお送りしています。衛星 CM 広告、インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売り上げアップ。衛星 CM 広告、詳しくはウェブへ。まずは J1 前半戦の中からもう一度見たい試合をサポーターが投票、 J1 前半戦プレイバック。さらに監督をはじめとした J1 各クラブが選ぶ前半戦プレイバックもオンエア。もちろんハイビジョン放送試合もアンコール放送します。全試合のハイライトをチェックしたいあなたには J リーグアフターゲームショーを再びお届け。1枚の写真に隠された熱き思いとは。写真に込められた様々なメッセージをカメラマンと共に語り尽くす A Moment of J。 ベスト8が頂点を目指して7月に激突。 J リーグ山崎ナビスコカップ準々決勝を全試合生中継。リーグ戦とは一味違う白熱の戦いを見逃すな。放送チャンネルと視聴方法はご覧の通り。7月の J1 オフ企画に関する詳しい放送予定、視聴方法はスカパーホームページなどでご確認ください。スーパースカパーをご覧の皆様、プロ野球セットに加入すればご覧のラインナップでセパ公式戦全試合放送、さらにさらにプロ野球関連番組までチェック OK。 激闘必至のペナントレース、喜怒哀楽シーンに最後まであなたの視線は釘付け。果たして今年はどんなドラマが生まれるのか。プロ野球セットのお申し込みはスカパーイーツバイスカパーカスタマーセンターまで。まあ、とにかく4対0という形でベルディが勝ちました。さあそれではその、まあ、4点も取ったベルディですが、まあ、ここでハイライトをご紹介をしたいと思います。さあそのまずこの1点ですよね。9分いいところにいましたね。いやそうですね、まあ、いいところにこぼれてきましたよね。ミスキックで、はい、土屋のところも守備側からするとやっぱり対応は難しいですし、まあ、点が入るときはこういうもんだという感じでしょうかね。そうですね、最後だから戸川のところもちょうどこういい足元に来て、キックの選択の種類はあれしかなかったというところですからね、
まあ、これが先制点でした。まあ、ですがこれで気持ちの上では随分もう9分ですからね、乗っていきました。ただもちろんスレッソもいいところあったんです。この古橋のシュート、まあ、これもそうだし、点を取られた直後の攻撃もものにしたかった攻撃がいくつかありましたね。そしてこれが20分です。これはもうパーフェクトゴールです。スキの、ね、コーナーに土屋ですよね。まあ、いいところにボールも落としてるしね、フッキのボールもいいボールでしたし、あのこうヘディングの感覚ですよね。どこにどれだけこう厚く当てたらループで逆サイドに行くかというところではね。前半の2点目ですが、これも大きいですよね。大きかったですね。でこれがですね、もう3点目とありますよね。それ以上あるのかもしれない。それ以上ありますか、ね、分からないですけど、すごいシュートですよね。まあ、ところどころにやっぱり復帰らしさ、はい、復帰の怖さは出てましたよね。ただセレスももちろん黙っていられないというところで攻めに入るんですが、これがゼカルドス、そしてアレ、こうまとめていくといいプレーあるんですけどね。まあいいプレーしか出さないんですけど、でもなんかね、気になってもいいのかなという感じがありました。復帰ですよね。77分でした。まあ、これはセレッソからすると仕方ないですね。だから勝敗的にはこの1点77分、これはまあおそらく決まったような感じだったんですよね。そうですね。でかなりも余裕でいきました。ベルディにとってはこれは気持ちいい1点でしたね。これが89分です。このディエゴのワンツーの返すパスの強さと、長井のあのワンタッチ目のコントロールをこう浮かしたところあたりはね、もう本当にこうミニゲームの小さい頃サッカーを楽しんだ感覚といいますかね。そうか、これ嬉しいゴールなんですね。さあ、そしてご覧のようにシュートの数が10本と17本、そしてコーナーキック3本8本、まあこのスタッツ的には全てがセレスが上回っているんですが、でも結果はねやっぱり4対0ですからね。そうですね。ベルディは相手に攻められた方がチャンスは多く作れるっていうチームだと思いますから、ね、という4対0のゲームでした。上野さん、はい、まだまだ興奮冷めやらぬといった感じのベルディサポーター、まだスタンドにたくさん残っていますね。あの先ほど平山選手がこうフェンス越しにサインをするような、うんうん、あのファンサービスを今戸川選手もしているんですが、これももう西ヶ丘ならではといった光景ですよね。であの今日フキ選手誕生日で見事 PK ゴールを決めました。あのサポーターの方たち、もし今日フキ選手がゴールをしてチームが勝ったら絶対バースデーソングを歌いたいと話していたんですよ。はいはいはい、先ほどあのバースデーソングを大きな声で歌っていたんですが、放送席聞こえましたか。あ、ちょっと聞こえなかったですかね。あのかなり大きな声であの歌って、福選手非常に嬉しそうな顔をしていました。あの今日はいい誕生日になるといいですよ ね、 そうですね、はい、という復帰のバースデーゴール決まりましたし、それから復帰が決めれば、まあ、復帰した土屋も決めたわけですから ね、まあ、非常にやっぱり良かったということですよね。さあ、そしてベルディの今後の対戦ですが、ご紹介しましょうか。ご覧のように福岡、愛媛、水戸ですから、この福岡、愛媛、復帰が出ることはできないわけですね。そうですね。この2試合をどうやって点を取って勝つかですよね。はい、うん、ねえ、まあ、だからあの相手がどこであれ、特に自分たちのゲームをしっかりやりたいということでしょうからね。うん、でやっぱり勝つってことですからね。そうですね。はい、まあ、あのラモス監督はいろいろ内容には不満はあると言ってましたけれども、うん、内容よりも結果を求めたいということも言ってましたし ね、うん、ですね。そしてセレッソの方ですが、ご紹介しましょう。仙台、京都、札幌、これ厳しいんですよね。セレッソ本当ここ山場ですね。うん、これをうまく乗り切れば、逆に言えば J2 もこれ混戦になってくる感じでしょうしね。ですよね。まあ、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、はい、セレッソは守備というところがストロングポイントにこうなりつつあったチームですから、うん、もう一回そこをこう見直すべきですよね。うん、自分たちはこうやって勝っていくんだというところ ね、 なるほどね。さあ、そして今度は J2 第31節のカードですが、ご紹介しましょう。28日土曜日がご覧の5試合、そして29日が1試合ということで、まあ、セレッソは仙台、大事なゲームになりますし、まあ、ベルディアウェーで福岡のゲームになります。京都はゲームがありませんということですね。うん、期待をしたいと思います。さあ、それでは続いて J リーグ関連番組のお知らせがあります。 J リーグをハイライト形式でお送りする J リーグアフターゲームショー、 J2 全試合の速報をお伝えします。今節はユアテックスタジアム仙台から直後インタビューも予定しています。番組では毎節ベストゴールをメールで募集しています。ご覧のメールアドレスまでご応募ください。どうぞお楽しみに。
して、それからですね、スタジアム以降を合言葉にお送りする J リーグナイト07プレビューショー、各クラブからの新着情報や監督選手のインタビューなど盛りだくさんでお送りします。無料放送のこの番組で、J リーグ最新情報をお楽しみください。なお詳しい放送スケジュールは EPG ホームページなどで確認をお願いいたします。コースもらいました。さあ4対0、野村さん、もう一回おさらいをしていただきますと、はい、どんな印象のゲームになりましたか。いや、ベルディの良さが本当に目立ったゲームだったと思いますね、はい、ただ次のゲーム復帰が出れない、あと2試合出れない、ここでベルディがどういう結果を出せるかというのは、はい、かなりこうシーズンを占うんじゃないかというふうに思いますね、まあ、そういった意味では、まあ、この後も非常にこう楽しみにしたいですし、一方本当に心配なのはセレッソ大阪の方ですが、本当に野村さんおっしゃるようにこの守備を固めてきて、で今日はそういった意味では絶対にやっぱり失点したくないし、まさか4失点するとはちょっと思っていなかったと思うんですが、これがどういうふうに今後出てくるか。そうですね、まあ、ただ印象としてはベルディ、はい、特に復帰の印象というのはまたセレッソには恐怖心を植え付けるという結果になったと思いますけれども、はい、まあ、これはまあベルディだった復帰だったからと割り切って、まあ、次に進むしかないですね。なるほどね、まあ、しかしベルディサポーターには非常にいいゲームを見たという、そんなゲームではないでしょうか。今日は結局4対0で東京ベルディ1969が勝ったゲーム、解説は野々村義勝さん、そしてリポーターが高木清香、実況上野慶也でお伝えしてまいりました。野々村さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺でこの放送は西ヶ丘サッカー場からお送りをいたしました。失礼いたします。